皆さん、こんばんは。日本を今討論討論討論2022第784回目の、討論となります。もう800回に近づいてきたんですけども、今日はですね、明日、大東亜戦争の開戦の日、77年前のこういった日でございまして、毎年うちはこの辺になりますと、近くのところで大東亜戦争についての、討論を毎年、19年間行ってまいりました。その一環として今年もですね、77年目の大東亜戦争の真実と、こういうような形で、議論をしてみたいということで、お集まりをいただきました皆さんに。先ほどちょっと三浦小太郎さんとね、お話したんですけど、この12月1月の、保守系の雑誌に三浦さんからね、意外とじゃなくてほとんど安倍さんの追悼やいろんなものはありますけれども、この大東亜戦争の、ついての問題、こういうものを取り上げた論文というか、そういう文がないというね、保守系、これ正論とか花田とか一応あれですか、ウイルとかそういう感じのとこですよね。確かに私も表題見るとそういうものはないなと。やっぱりこれは私たちの戦後の昭和から77年間の戦後、これがはっきり言って全く総括できてないと。だからこそ今の、思想的な混乱、保守系の思想的な混乱、一体どこへ日本を行くのか、行かせるべきなのか、あるいは どう考えるべきか、これが全く出ていない。岸田総理の、無思想というよりも、この間ちょっと相当批判したんですけども、何をするのか、何をしたいのかもわからない。こういった日本がない、反日とか親日とかそういう問題以前に、日本がない状態でひたすら迷走し続ける我が国の戦後を考えた時、やっぱり大東亜戦争というもの、これをもう一回何度でもしっかり考えていく、こういうことが必要なんじゃないかなと思ったわけであります。この間今日ご参加いただいたメンバーの中にも、幕末と明治維新、この明治維新の日本の近代化とか、こういうとこからもっと言えば江戸時代から、もっと遡れば縄文時代から、日本の根本的な我々の国が、日本人とは何か、日本とは何かということをもっと根本から考える必要があるということをずっと提起してまいりましたが、ということで、解散間違えました、明後日でございます。明後日だったね、はい、そうだった、ということで、こういうカンペが来ましたんで、そうだっか、今日6日なんで、今日6日か、あ、失礼しました、そうだ、ということで、じゃあ1日間違えたみたいでごめんなさい、ということで、そのもう一回根本から考えてみたいということで、さまざまな立場の皆さんにおいでいただきたいということでお招きを申し上げました。では出席の皆さんをご紹介していきたいと思います。作家で歴史評論家の原田依里さんです。よろしくお願いします。原田です、よろしくお願いいたします。そして歴史家で、幕末史を見直す会代表の鈴木総一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして評論家の三浦小太郎さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして著作家の宇山拓英さんです。宇山でございます、よろしくお願いいたします。そして歴史学者で麗澤大学国際学部准教授のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして文芸批評家の浜崎陽介さんです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、こういうメンバーで皆さんともに議論をしてみたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、皆さんここに私の前にずらっと並んだ本がございますけれども、例えば原田さん、今日ちょっとですね、この5本なんかをね、昭和という過ち、この国を滅ぼした2つの維新、226とかですね、515とか、昭和維新と言われるようなものとか、こういうものの中に、あるいは三島由紀夫の、この間ちょっと我々の特集やりましたけども、そういった自決事件とか、こういうものを含めて、どういうつながりがあるか、こういうご本を出しておりますけども、こういう本を一つずつなんかいろいろ皆さん紹介しながらやっていきたいと思いますけど、じゃあ原さんからですね、この77年目の大東亜戦争ということで、どういうお立場というか、どういうふうに概略として見ているか、お話しいただけますか。はい、
大東亜戦争っていう単語が自然にこの場では出ているっていう、これあの私の世代ですとちょっと振り返って考えますととても意外なことなんですね。学生時代にその大東亜戦争っていう単語を使ったばかりに塩酸瓶硫酸瓶のターゲットになったっていう紛れもない学生時代がございましたので、ああ今は大東亜戦争って言っても硫酸瓶を投げられることはないんだという、ちょっとある意味、いやまだね民放とかね、私あの、大東亜戦争っていうのは特攻のドキュメンタリーフジテレビで昔使った時、あの大東亜戦争って言葉をナレーションに入れたんですよ、はい、そしたらやっぱり反発あったけど、これはこの枠だから深夜枠でしたけど、うん、90分ぐらいのドキュメンタリーですけど、これ初めてだって言われました。あで今でも基本的には太平洋戦争にしてくれというような形になってますから、あのうちはあの、まあ、そういう意味で言うとあのこういうところなんでね、あの大東亜戦争使ってますけど、そんな状況みたいですよ。これはあのまさにその12月8日に始まったあの戦争、うん、はい、日本の場合あの時点でその直後に詔勅が出ていて、はい、日清事変を含めて大東亜戦争と呼称するというのははっきり出てますので、それはまあ歴史を考えよう、歴史を論じようという場においては大東亜戦争という使い方は正しいと私は考えております。ただまあいろいろ変遷があって、太平洋戦争と言わないと、はい、こうなんて言うんでしょう、あ当時言われた非難と言いますか、その言い方は、はい、原田は、右翼反動、右翼反動軍国主義者っていうんですか、そういうことになります。反動軍国主義者だったらしいんですけども、まあ、同時にいわゆる左翼と称される方々からも、うん、逆に私は右翼っていうふうに、うん、両方から、うん、あの非難されるという非常に奇妙な時代ではありました、うん、ただそれもこれも冷静に考えますと、私たちは自分たちの歴史をしっかり自分たちの手で検証してこなかった、うん、これはあの仰々しく申し上げれば、私は日本人ってそういう珍しい民族だと思っております。普通あのどんな国でもどんな民族でも、戦に勝った方が歴史を書きます。そのこと自体は何ら不思議ではないと、あの正しい間違いは別にして、勝った方が、戦に勝った方が歴史を書く、うん、それは不思議ではない。ただしなんですが、これもどこの国でもどこの民族でもその後50年あるいは100年も経てば、うん、誰かがあるいはみんながその歴史それで正しかったのかって必ず検証ということをやると思うんですね。一人日本人だけがそれをやっていないんではないか、特に近代日本人はそれをやっていないんではないかと、うん、いうことで大東亜戦争を考える上でも、これはあのちょっとこれはあの、うん、何でも過ちっていうふうにあの版元はそういうふうにつけたがるっていう悪いタイトルの例かもしれませんが、はい、あの要はここで申し上げたかったのは、この本でも申し上げたかったのは二つの維新ということ、明治維新をルーツにして昭和維新とつなげて、つまりどこまでも線で考えない、点で考えるととんでもないことになる、線でつないで考える必要がある、非常に平凡なことですけど、私たちはそういう作業をちょっと地道にやっていく必要がある、そうでないと77年も経っていまだに確固とした大東亜戦争に対する大多数の人々が納得できる見解など出来上がっていないという気もいたしますし、
いやずっとこうイーブンであの激論が何十年も交わされてもそれはそれで構わないんですけれども、うん、少なくとも遡って検証しようという態度は生まれてきたのかというと極めて疑わしい、うん、こういう場がそういうきっかけを作る場になればと願っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。鈴木さん、じゃあよろしくお願いします。はい、私はですね、いわゆる大東亜戦争というものはね、いわゆる、まあ、日清事変と、まあ、太平洋戦争を、まあ、合わせた用語でありますけれども、はい、私はあえてね、日清事変と太平洋戦争は切り分けて、はい、まあ、論じております、うん、あ、その最大の理由はですね、シナ事変、シナ事変、日清事変と太平洋戦争っていうのは全く違う戦争なんだというふうに私は考えているんですね、うん、それでそのまず太平洋戦争とは何ぞやと言いますとですね、これはあのアメリカがですね、太平洋を支配する目的で、まあ、そのオレンジ計画というね、うん、戦争計画を作って、それでこう数十年にわたって、企画をして最終的に日本を侵略した侵略戦争だというふうに考えてるんですよ。だから太陽戦争はね、侵略戦争、ただ主語と目的を間違えないともらえたんですよね、うん、日本が侵略したんじゃなくてアメリカが日本を侵略した侵略戦争だったと、うんうん、それからあの日清事変とは何ぞやっていうとね、これまたあの上海にいた日本人漂流民が3万人いて、うん、はい、そこにあの海軍陸戦隊が5000人で、うん、あの保護してたんですけど、うん、その海軍陸戦隊5000人に対して10倍の5万人を動員して蒋介石軍が攻めてきたんですね、うん、でこれはそのままじゃ皆殺し、3万人皆殺しになっちゃうから、これはその撃退しなきゃいけないということで、うん、造反された日本軍が上海を、はい、まあ、救援してね、でさらにその削減である南京を攻略した。ここまではね、私は自衛戦争でありかつ防衛戦争だというふうに考えているんですよ、うん、でその後ね、南京を攻略した後、その武漢山鎮攻略とかね、重慶攻撃などが行われていくんですけど、ここから先はね、侵略戦争であるというふうに私は考えてますので、この大東亜戦争っていうのを大きく分けて西事変と太平戦争を分ける、うん、シナ事変は満州攻略、南京攻略前と南京攻略後を分けると、これ切り分けて論じる必要があるというふうに、うん、考えております。なるほど、はい、ありがとうございます。では三浦さん、お願いします。そうですね、まあ、私は今日あまりこの問題に対してちゃんと勉強した人間ではないんですが、私は林房夫さんという方が大東亜戦争肯定論、うん、あれを書かれたのは確か60年代だったと思うんですよね、1960年代、はい、であの時、まあ、非常に活躍された左派の評論家というか思想家の人、吉本龍明さんにしても、あと私が非常に影響を受けた竹内義美さんという人がいるんですけど、その時代においてはですね、実はこの大東亜戦争、少なくとも対米戦争に関してですね、やっぱりたとえそれを侵略と見なす人たちの中でもですね、やっぱり歴史ってそう単純なもんじゃないっていう意識は強くあったと思いますね。でそして少なくともその時のアジア解放という理念を自分たちなりに信じていたと。でまたちょっと鈴木先生のお話と意味が同じになるかどうか分かりませんが、むしろ日中戦争の時はモヤモヤしたものがあったんだけど、12月8日の時に非常に感動したっていうか、本当にこれが戦争目的がはっきり分かったっていう、そういう声というのは実はリベラル思想の中でも非常に多かったんですよね。で、まあ、何が言いたいかと言いますと、そのあたりまではですね、まだこの問題を自分の問題として捉える議論がずっと続いてたと思うんですが、私は1960年生まれなんですけど、80年代以降はですね、むしろ
徹底してこれが単純化されて日本が悪いという方向にどんどん話がいった。あの日本のそういう歴史のというものに対する感覚がねじ曲がったのはむしろ80年代以降かなというそういう気がかなり僕はしています。まあ、そして今になってですね、あの今になればこう大東亜戦争に対して以前のようなステロタイプな日本侵略論みたいなものはこれなくなったと思います。でその中であのもう少しね、あの冷静にいろんなことが議論されていくというのはとてもいいことだと思います。まあ、私が今日言えるのは、あの実際の政治の枠組みとか外交の枠組みということよりも明治に近代を迎えた日本が自分の中にあるいろんな近代の中の矛盾を抱えていって、それの一つの大きな、ある種の、解決といいますかね、その近代日本の最もある意味では偉大な、ある意味ではやっぱり悲惨な出来事としてこの大東亜戦争ってあったのかなと、まあ、そういうことが少し喋れればと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ上野さんお願いします。はい、あの私は歴史の教師として20年間高校生や浪人生たちに世界史を教えてもらいました。で先ほどもこの大東亜戦争という名称についての話ありましたけれども、教育の現場でもですねこの大東亜戦争という言い方をしてはいけないという指導をまあ私たち教員は受けるんですね。じゃあそしたら何と言うんだと、太平洋戦争と言いなさいという指導を受けます。あの太平洋戦争と 大東亜戦争というのは私は概念的に全く異なるものだと思うんですよね。日本はこの太平洋でアメリカとだけ戦ったわけではありません。まあ、大陸では中国国民党や共産党とも戦いましたし、ソ連とも戦いました。東南アジアではイギリスの圧政に苦しんだミャンマーを解放するためにイギリス軍とも戦ったわけなんですね。だからそういうことを全部含めて大東亜戦争と本来言わなければ私はならないと思うんですが、じゃあそれでは第二次世界大戦と言いなさいというようなそういう指導も受けるんですね。で第二次世界大戦というのはこれ1939年から始まったものですからね、これ日中戦争の1937年の事柄を含まなくなってしまうんですね。私は大東亜戦争というのはこの日中戦争からも含めたものではないかというふうに思います。だから大東亜戦争というのは大東亜戦争という以外に他に方法がないと思うんですよね。でなぜこの大東亜戦争という言い方がダメなのかということの理由なんですけれどもね、まあ、これは大東亜共栄圏が連想されるから言っちゃダメというような扱いになっているわけなんです。まあ、日本がアジア諸国と連携をしてですねアジア人を解放するその共存共栄の繁栄圏を築くというこの正当な目的を隠蔽させるため隠すためっていうのがですね、この連合国の側には意図としてあったのではないかというように思います。で問題はですね、誰がこの戦争を望んだのかという点なんだと思うんですが、ちょっとこちらの資料をご覧いただきたいんですが、まあ、私はこのルーズベルトがですね、まあ、戦争を望んだ第一の人物だったと思います。まあ、世界史をいろいろ私も教えておりますが、古今東西このフランクリン・ルーズベルトほど極悪非道な人間はいないというふうに私は言い切っていいと思うんですよね。まさにこのルーズベルトが個人的に戦争を望んだんだろうと思います。まあ、日本はもう皆さんご存知のようにこの和平提案に方向を探ろうと何度もアメリカに打診をしているんですが、それをですねことごとく断られております。まあ、その辺の経緯などがですねこのフーバー大統領が書いたですね裏切られた自由の中で書かれてあるわけですね。このフーバー大統領だけじゃありません。こういうことを言ってるのはですねチャールズ・ビアードとかハミルトン・フィッシュなどのような歴史家もこういうこと同じようなことを言っているわけなんですね。でこのニューディール政策の失敗を隠すためということで挙げさせてもらってますが、1936年にはニューディール政策の失敗というのがすでに明らかになってきましてね、急速なこの景気減退へと向かっております。まあ、それを隠すためという意図があったと思いますし、まあ、この景気を根本的に回復軌道に乗せたのは1939年から始まるいわゆるこの戦争景気戦時景気によってだろうと思うんですね。でここに
掲げさせてもらいましたこの自由への裏切りというこのフーバーの本はですね、フーバーの死後50年間も公開されずですね、ようやくフーバー研究所から2011年にこの出版をされたものであるわけなんです。まあ、アメリカがこのソ連を承認するのが1933年のことですね。まあ、共産主義を敵視していた国務省の専門家をクビにしたり、まあ、ルーズベルトはこの共産主義者と連携をしてきたということはもうこれはよく知られていることだと思います。まあ、近年ではこのベノナ文書ですね、こうしたことも明らかになっております。でなぜですねこういう日本を袋叩きするようなことを欧米がやったのかという点も私は考えなければならないと思うんですが、それはやっぱり人種戦争という側面が非常に強かったと思います。まあ、今でこそこのような人種意識というのが中和をされているという部分はあるんですけれども、当時のこの人種意識っていうのは、まあ、今の私たちから見ると想像を絶するようなものがあったというふうに思います。ナチスの将校がですね、ニュルンベルク裁判で自分たちがこういうアーリア人の優位思想を抱くに至ったのは、自分たちのその民族意識の根本はアメリカ人から習ったものなんだというような証言をですね、まあ、裁判の中でもしているくらいなんですね。まあ、実際ですねこういうことがアメリカの中では言われておりました。優生学ですね、19世紀末以降、アメリカで交流をしたものなんですが、チャールズ・ダウェンポートのような非常にその有名な学者が白人の優位性を守るということが必要なんだということを繰り返し言っているわけなんです。まあ、白人のアジアにおけるアジア人搾取と虐待がひどすぎて、これに見かねた日本人がですね、もう皆さんご案内の通り1919年にですね、第一次大戦後のパリ講和会議で人種差別撤廃の条項を国際連盟規約に盛り込むように提案をしていますけれども、まあこれをアメリカ、ウィルソンが否定をしていくわけなんですね。イギリスも否定をしていくわけなんです。まあ、ところでこのウィルソンというのは確かにですね、人種差別主義者ということで知られております。このウィルソンはプリンストン大学の学長だった時代にですね、黒人学生を大学から一斉追放するというようなこともしているわけなんですね。まあ、それがゆえにこの昨今の BLM 運動の影響でプリンストン大学の研究機関として有名なこのウッドロー・ウィルソン研究所のこの名前からですね、元大統領の名前を外すというようなこともついこの間あったところであります。まあ、それだけじゃありません。アメリカのクーリッジ政権ですね、移民法をこの行ったというのもこれも皆さんご案内の通りなんですが、大事なことはですね、この移民法を制定するにあたりまして、アドバイザーとしてね、マジソン・グラントという、まあ、この人種偏見主義者というんでしょうか、そういう人がこのアドバイザーに迎えられて、まあ、この法案が練り上げられていくんですけれども、まあ、このグラントが著書偉大な人種の消滅という本を書いております。まあ、ヒットラーによってこれはナチスの聖書と絶賛をされたような、そんな本なわけですね。から、まあ、フランクリン・ルーズベルトももうこれもですね、大変な差別主義者でした。アメリカのこの対日開戦後、これももうご案内のことと思いますが、日本人の強制収容所をすぐに作りましてですね、令状なしに捜査連行するというようなことをして、まあ、ここで日本人を働かされたわけなんですね。まあ、表向きはですね、これは日本はアメリカと戦っているということで敵性外国人だということで扱われたんですが、安全保障上の問題ということで扱われたんですが、私はこれはアメリカのルーズベルトにはもう劣気としたこの人種差別意識というのがあったと思います。まあ、その証拠としてですね、こういうことが言えると思います。ルーズベルトはですね、イギリスのキャンベル駐アメリカ公使に対してイギリス本国にこういう報告をしてますね。ルーズベルトはこの、アジア人種を白人と交配させることで、まあ、改良されるけれども、日本人だけはそうじゃないんだと。どんなに白人と交配させても彼らの文明というのは進歩しない。そして日本人の頭蓋骨は白人のものより約2000年発達が遅れているんだというのは、こういうことを平気で、まあ、言っているわけなんです。
こういう狂人が共産主義者と手を組んで起こしたのがこの大東亜戦争だと思います。日本がどうこういう狂人たちの国際諜報戦に翻弄されて敗戦に追い込まれたのかということをですね、考えなければならない。まあ、戦争というのは世界史の中でもいつでもそうなんですけれども、常にこの戦争を望むものと戦争を仕掛けるものというのがあると思うんですね。まあ、こうした諜報戦の構造というのは今日のウクライナ戦争でも全く変わらないと思いますし、そのウクライナ戦争を考えるという点でもですね、今日のこの大東亜戦争をしっかりとその虚子的な文脈で、歴史的な文脈で考え直すということは大変重要なことだろうと思います。以上です。はい、ありがとうございます。いろいろね、これまでも大東亜戦争の話でね、そういう上山さんに前にね、出ていただいたりしてやってますね。今の具体的な話なんかももしできたらね、また皆さんで話してみたいと思います。ではジェイソン・モーガンさん、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。いつもこの場に座らせていただいて本当に感謝気持ちだけで、もう先生方のご意見とかを生で拝聴することができまして、本当ラッキーなと毎回思います。今回は多分初めてある先生のお話を拝聴して、この場を借りて万歳したかと思います。今宇山先生のお話を聞いて万歳とちょっとこう音を押さえて出したんですけれども、まさにその通りだと思います。私もルーズベルト大統領ほど歴史の中のこう悪質な人物はいないと断言できると思います。その人物を見るだけでなぜ戦争となったなのかと多分もうほとんど理解できると、私も全く意見が同じです。本当に今おっしゃった通りなんです。で、今日どういう話をするかとちょっと考えていたんですけれども、まず紹介したい本がありますけれども、今宇山先生がおっしゃったことに多分つながるかと思います。 Peak Japan というこの数年 2,3 年前に出た本かと思いますけれども、どういう本かというと、日本という国はもうピークを通り過ぎていて、これから下り坂に入っているというような意識で、誰が書いたかというと、いわゆる日本のこう専門ブラッド・グロスマンで、この本を読んで、特にこの本を批判するつもりはないんですけれども、なぜこの本を紹介するかというと、この間論文を書いたんですけれども、この本をその論文の中で取り上げるわけですが、この本を読んでいる中、この Japan というのは何の意味かとPeak Japan って、この Japan ってどういう意味かと考えたわけですけれども、この Japan って多分アメリカで、ワシントンから見ると、戦後 Japan というのは日本ではないかと思います。これはワシントン DC が勝手に使っている専門用語、我々の帝国の駒という意味を持って Japan、 そうだと思います。そうなりますと、この Japan というのは、Peak Japan というのは、戦後日本がもうこう薄くなっている、そのこう Peak Japan、 戦後日本がもう消えつつあるという意識が、私がそう思っているんですけれども、なぜその話しているかというと、今宇山先生がせっかくその話をされたので、それにちょっと便乗させていただきたいと思いますけれども、この BLM のこともおっしゃったかと思いますが、アメリカの中ではなぜ人種差別に敏感になっているかというと、私の理解では人種差別という、アングロサクソンが持っている遺伝はまだ一切変わっていないと思っておりますし、私はアングロサクソンの人間ではないですよ。で、ずっとアメリカの中からそのワシントン DC を支配するアングロサクソン、その姿をずっと見てきて、私も研究の一部として、優生学はどこから来ているかと気になって、
絶対ナチスドイツから来てると思ったんですよ。ナチスドイツがそれを発明してアメリカがそれを学んだと思い込んでいたんですが、逆です。今おっしゃった通り、アメリカ人が発明した優生学で、ナチスドイツがそれをいいと思って学んだわけでございます。フランクリン・ローズヴェルト、ウッドロー・ウィルソン、カルヴィン・クールジもそうですし、みんなバリバリ人種差別者で、でなぜ今のワシントンがそういうことをオープンで言わないかというと、ホロコーストが理由だと思います。ホロコーストが、まあ、優生学の証拠となって実際どうなるかと、まあ、全世界が見えている、それが醜すぎて公の場では優生学とかもう言わないんですけれども、私が、まあ、発掘してはいないんですけれども、あの研究の中で見つけた資料、例えばキッシンジャーとかがあの書いた資料とか、もう戦後ですよ、その中から出る人種差別考え思想がもう優生学とほぼ変わらない でこの戦後日本は何かっていうと、日本が、まあ、私大好きな哲学者 W.E.B. Du Bois、 アフリカ系アメリカ人ですけれども、彼が戦前に指摘したことが合っていると思います。もう全世界が白人と非白人のこう2つに分けられていると指摘されるわけですけれども、日本がその嫌な仕組みを壊そうとしているという意識を持っていたと思います。日本が、まあ、戦争でやろうとしていることをかなりもう評価していたわけです。でなぜかそのような意識が不思議にも消えていますよ。私がそのようなことをアメリカで論文書いたんですよ。いろんな学術ジャーナルに投稿します。もう必ず戻ってきます。過激すぎる、反動的すぎる、うん、いやでも私が言っているではなく、デュボイズ博士が言っていることで、もうそれがタブーですよ。日本がそのバリバリ人種差別的レーシストな全世界の仕組みを壊そうとした、もちろん三浦先生がおっしゃる通り、それが唯一の理由ではないと思いますし、まあ、自分勝手の、まあ、理解かもしれないんですけれども、私はいや、あのもっと大きな話になりますと、日本がそのアングロサクソン支配を根本なレベルでは崩壊、壊そうとあのしようとしたと思いますけれども、それが唯一のタブーなんです。アメリカではそういうことを言っちゃいけないです、うん、アメリカが逆に日本から封建的な考え、特に神道から救ったとか、そのような古臭い、まあ、ルーズベルトが言った通り2000年ぐらいあの遅れているとか、その意識ですよ、いまだに。で日本があの原田先生がおっしゃった検証がとてもいい言葉だと思います。歴史修正主義とかとよく言われるんですけれども、検証しているわけです。実際に何があったかというと、で実際に何があったかと言いますと、人種差別がその真ん中にあると思います。今宇山先生がおっしゃったことは大賛成です。だから太平洋戦争とか第二次世界大戦とか、それはその人種差別する連中の都合に合わせた言い方ですので、大東亜戦争と呼ぶしかないと私もそう思っていますし、で今我々が生きている時期はそのピークジャパン、この戦後偽りの日本ですね、これが消えつつある時期で、これからの日本はどうなるかと決めなければならない時期で、今こそちょっと過激なことをあの冒頭で申し上げまして申し訳ないんですけれども、今こそ遡って戦犯、ルーズベルトも戦犯ですし、アメリカがやった戦犯、今裁判やりませんか。原爆投下、東京大空襲、その後の占領軍がやった、まあ、心理的な戦争、心に対する戦争、そのような戦犯、今こそ裁きませんかと思っております、うん、以上です。ありがとうございます、はい、あのこの問題はね、あの多分
うちのチャンネルサークルが一番初に言ったんじゃないかなと思って、人種差別の問題ですね、はい、これは人種差別の戦い、はい、それに世界秩序にプロテストしたというようなことを前、ずいぶん前にこのお話から、ね、出て、ただなかなかこういう議論が本当にね、はい、我々以外のところでは行われてないんですよね。おっしゃる通りです。山さんの話もね、はい、タブーですね、本当にそういうことなんで、まあ、これはその面もしっかり見とかなきゃいけないっていうかですね、はい、いろんな面があると思いますけど戦争は、はい、まあ、そこのところも後でまたちょっと話できたらと思います、はい、浜崎さん、じゃあお願いします、はい、そうですね、まさにその戦争がいろんな面があるということなので、まあ、だから歴史が難しいということなんでしょうが、まあ、非常にだから大東亜戦争って、まあ、ずっと語りにくいですよね。つまり自分たちの戦争でありながらアメリカにやられてしまったというトラウマもあって、うん、いろんな意味でその距離が取りにくい。で実際その戦後体制の中で僕たちが生きている限り、あの敗戦に起源することから全てが始まってますから、大東亜戦争がどうしてもこう人ごとではない、当たり前ですけど、まあ、であるがゆえに距離が取りにくい。でその距離は取りにくいんですが、しかしながらという言い方が正しいのか、77年経った。でこれちょうどあれですよね、今年が敗戦から77年 で、うん、で大東亜戦争もですね、1868年が明治維新 で1945年ですから、ちょうど77年、うん、という意味で言うと、まあ、戦前と戦後は完全にピタッと一致しているっていうことが今年なんですね。でそういう意味でもちょっとこう歴史として見るという時に、こう私なんかは文学者なのだなのでということなのかもしれませんが、やっぱり運命の必然みたいなものを少しこう見るような視点を取るんですね、まあ、まさにいろんな多面的で結構だと僕は思うんですが、その場合の運命って何かというと、例えば個人史的な話として考えれば分かりやすいと思います。自分の中にある挫折とか失敗とか、別にそれは自分が悪かったというただそれだけのことでもないんですが、まあ、やってしまったというやつですね。でそれはもう受験でもあろうし、あるいはその就職でもそういうことがあるかもしれない、あるいは恋愛でもそういうことがあるかもしれない、あらゆる失敗です。でしかしながらその失敗や挫折というものがですね、あった時に、僕自身がその過去を振り返った時に、その挫折の前は全然自分違う自分で、で挫折の後にもう私は生まれ変わったんだみたいな話は、まあ、そのこと自体がその人の個人の欺瞞にしか聞こえないので、ちょっと何ていうかな、議論になってないじゃないかと私なんか思いますね。で一方でこうも思います。その代わりその挫折は自分と無関係だったんだと、つまり相手が悪いだけだと、あるいは状況が悪かったんだと言って、その失敗や挫折をまあくぐり抜けるというのも、私は個人的には自分自身したくないんですよ。やっぱりそこに自分が関わっていたがゆえにです。だからまさにその過去に辻褄を合わせるわけでもないし、過去に罪をなすりつけるわけでもない、その間で物事を考えようとした時に、2つの視点というのが出てくるんじゃないかなというふうにいつも考えています。一つはもちろん世界史的な視点で、もう一つが国内史的な視点です。世界史的な視点はですね、今モーガンさんやあるいは宇山さんがおっしゃったようなことがおそらくそこ相当前提になると思います。でプラス三浦さんが今ご指摘になさったと思うんですが、やっぱり林房夫ですねが言った東亜百年戦争という概念がどうしても私はまずは思いつきます。つまり西洋列強がその帝国主義時代だったわけですよね、19世紀から。で帝国主義時代が20世紀に入っていった時にほとんどパイが奪われ尽くしてきて、でその中でまあ一つのパイを奪い合うわけですから、どうしたって戦争的にならざるを得ない。それが第一世界大戦、第二世界大戦に行くだろうと。で同時に1868年のあの明治維新のことを考えれば、その時にもうすでにパイの奪い合いは始まっていた。そこで我々近代化してるわけだから、その意味で言うと帝国主義的な状況の中で私たちは、自分たちの足でどうにかして国家を立ち上げるということの課題と向き合ったということは、まあ、誰しもが言うことだし、その通りだと思います。でその意味で言うと、まあ、つまり帝国主義って安い人材と安い資源と、そして物を売る市場の争奪戦ですよ。ということはどうしたって植民地的な問題がそこに入ってくるわけだし、その意味で、その植民地化されまい、あるいは自分たちも植民地を取らなければおそらくは工業化できない、その感覚の中で私たちがやったというかな、何かをこう、行為したということはあったわけです。でその上で林房夫はだからその時に戦前のことをこういうわけですよね、呆れるばかりにふんだんな戦争って言い方をします。そして大東亜戦争までの流れを一つの長い戦争だという言い方をしますよね。
でその通りだと僕は思います。で実際さっともう言葉だけ挙げますが、本当に呆れるばかりに憤慨な戦争なんですね。例えば明治7年にですね、台湾出兵、まあ、これも一つの戦争だと考えていいと思います。でそれからこれ朝鮮砲台の報復ですが、高架塔事件がこれ、明治8年で、西南戦争、これは国内の紛争ということになりますが明治10年ですね。でそれから明治27年にもちろん日清戦争で、その10年後に日露戦争、それから第一次世界大戦があって、でしぶれ出兵で、しぶれ出兵が終わったかと思えば山東出兵があって、満州事変に入ってくると。で満州事変からもうそのまんま、まあ長いにもなってくるんでしょうが、まあ、日中戦争から大東亜戦争ということになってくる。これ今言っただけでものすごい量をやってるわけです。ほとんど息つく暇がない、10年ごとと言ってもいいかもしれない。でそれをなんでやったのかっていうのは、まさに今言った、帝国主義状況時代の中でどう日本がそれに立ち向かい適応し、あるいはその適応に疲れ果てて、ついにはその適応も投げ捨てようとした、いやもうちょっと言うと、西洋列強に対して抵抗しようとしたんだというところが、まあ一つの結節点となって、まあ、大東亜戦争に入ってくると思うんですが、もちろんその場合人種差別、移民排斥、あるいは欧米の常なる牽制、ワシントン条約にしたって、あるいはそのパリ講和条約にしたって常に牽制してくるわけですよ。もうこっちはストレス溜まってるわけですよね。でそういうことがずっと積み重なって、それがある種の爆発するっていうことがあったから、まさに12月8日のあの開催の招致の時に開催の声が上がってくる、これは非常によくわかる心理的な流れだと思います。でそれが今言った世界史的な視点です。だからそこで一つの必然を見るということはあるんですが、ここからちょっとあの私は日本に対して、近代日本に対してちょっとこう厳しいことも言います。で今言ったのは状況的なものなので、必然性があるので、日本だけが悪かったなどということはありえないことはよくわかります。がしかしながらといって話を少し変えますが、国内史から見た風景がですね、ちょっとまた違うんじゃないかと私は思ってるんですね。というのはどういうことかというと、大東亜戦争に対して能動的に主体的に徹底的に理論化して戦った戦争だったのかというと、もちろんまあ悲しいかなという言い方が正しいのかもしれませんが、そうじゃなかったと思います。つまりはある種の受動性に満ちたある歩き方を近代日本人が強いられて、その果てに出てきた戦争だったということも、私は事実だと思ってます。でつまりどういうことかというと、受動性ですから、なんていうかな、ある種の対症療法的なものがずっと連続していて、その意味でズルズルべったり的なところがどうしたって出てきてしまう。もちろんそれは政治だから、現実政治だからしょうがないところはあると思いますが、それをなんていうかな、あの戦争は良かったとかいう話では全くないと思うんですよね、そこはね。でその意味で言うとですね、例えば一番いい分かりやすい例が何かというと、僕は日中戦争から、まあ、あるいはシナ事変からその太平洋、ごめんなさい、大東戦争までの流れだというふうには思ってます。例えば具体的に言いますね、やっぱり近衛文麿だと思ってるんですよ。で近衛文麿が何をやっちまったのかということを、まあ、もちろん私の関係の及ぶ限りということだから違う面があることはあるかもしれませんが、私が理解している限りで言うと、まあ、昭和12年の7月に盧溝橋で、まあ、日中が衝突すると、まあ、それはいいんですが、その時に何を言ったかというと、不拡大と現地解決という方針を閣議決定しているはずなんですよ。なのにもかかわらずですね、現地での停戦交渉が始まっていたにもかかわらず、なぜか、軍部からの増派をこの辺普通に飲んでますね。で飲んでそのままやると、でやっちゃうとどうなるかって、あっちはでは停戦交渉する気ないじゃないかという話にもなるだろうと。で何をしているかよくわからない。プラスアルファでいうと、その同じ日にですね、メディアを官邸に集めて挙国一致と言ってるわけですよ。でその翌日にその挙国一致の言葉が新聞に出る。そうするともちろんお祭り騒ぎというか、もちろん空気が醸成されますから、まあもう引けなくなってる。つまり現地解決したいのか、不拡大方針で行きたいのか、挙国一致で本当に戦いたいのかよくわからない。しかも挙国一致と言った後に何をしてるかというと、和平交渉までやってるわけですよ、裏でね。で裏で一番和平交渉をやって、一番わかりやすい、もっと言うと一番いいところまで行った和平交渉は何かというと、これ皆さんご存知だと思いますが、トラウマン工作というやつですね。つまり日独防共協定があったので、まあ、ドイツは日本に中国に対して戦争させたくないわけですよね、そうすると力がそがれるから、ソ連と戦ってほしいので、そうするとこれ和平したいと、和平交渉したいと言って、トラウマンという、まあ、中華大使を使って和平交渉をすると。でそれいいところまで行ったということは、やる気だったわけですよ。和平交渉本当にしたかった。で実際和平交渉を一番推し進めたのは誰かというと、参謀本部ですから。つまりソ連とこれから戦うという時に、日中と戦ってどうするんだというところが実際あった、議論として。でそれをしかしながら押し切ったのは何かというと、南京陥落の一方ですよね。
南京が陥落したという一報を受けた時にお祭り騒ぎ提灯行列ができると、そうするとその時にもう引けなくなってきたところで、じゃあと言って何言ったかというと、あの国民政府を大使とせずというあの声明、この上第一次声明出しちゃうで、出しちゃって、まあいいんですよ、出したら出したで、じゃあ本気で戦うんだったらいいんですが、それも微妙なんです。で、出したは出したでいいんですが、その瞬間につまり和平交渉相手をなくして傀儡政権を作るしかなくなるんですが、それでも戦争はもちろん収まらない、収まらなくて結局開戦から1年以上経った時に国内からこういう疑問が湧いて出るわけですよね。この戦争は一体何のためにしてるんだと、つまり宣戦布告もなければ、理念もないといった時に何が出るかというと、この絵第二次声明なわけですよ。で、この第二次声明って何かというと、例の東亜新秩序声明です。つまり大東亜共栄圏にまでつながるようなある東亜の和平工作を、我々はするためにまあ戦っているということを出す。もちろんこれはですね、民間にはもともとあった思想ですよ、アジア主義として。だけども政府が取り入れたのはそこですよ。ということは政府の視点で言うと、僕にはどうしたってそれは後付けの理論にしか見えない。で、実際小林秀夫という文芸評価が、これは後付けの辻褄合わせだとはっきり言いますね。で、私もそう思います。もちろん私の関係の及び限りということですが。で、その上で何が問題かというと、東亜新秩序声明というのはですね、まあこれはあっちがな、あっち、あ、ごめんなさい、あの相手のある話なので、なんつかな、一言で言いませんが、ヨーロッパ新秩序という言葉、これナチスが使ってたわけですが、ヨーロッパ新秩序という言葉と響き合っちゃう。そうすると、まあもちろんアメリカにはアメリカの今のおっしゃってたというようなルーズベルト的なあの悪どいところもありますから、それはそれであるんですけど、A と米が完全に硬直化するわけですよ。で、今まで一応中立法とか持ってたにもかかわらず、これはもうやっつけられるぞということで日本に対して踏み出してくる。つまりは、日本を敵対国にして、そして中国に対して荘園類等を通じてですね、まあ、援助するという話になってくる。つまりあの第二次講演の声明でほとんど大東亜戦争までの道が作られるわけです。で、これはですね、なんていうのかな、自信を持ってこういう戦略で行ったので、アメリカと敵対した時にこう戦ったかっていう話とはちょっと違う気がするんですね。つまりズルズルと行ったっていう感じがどうしてもそこにはする。僕はそのことも日本の近代日本人の在り方として、不安の在り方として、つまり西洋に対して圧迫の在り方として考えなければ、うん、おそらく戦前から戦後にかけての長い歴史を総括することはできないんじゃないかというふうには思ってます、はい、はい、ということで最初のありがとうございます。あの、まあ、今のそのね、先ほど鈴木さんもおっしゃってたね、南京陥落からのね方針、それともう一つ、近衛内閣っていうのは、我々はまあ別の林久さん、ふさふさじゃない、林勝さんとかね、いろいろやってますけども、まあ、あの近衛で文丸という人物、あるいはその周辺の共産主義者たち、これが狙っていたことというのは、まあ、ある意味で言うと、あの全く今ねおっしゃったような形で、むしろあの日本もそれまで明治維新以来やってきたものから変える方策、まあはっきり言うとある意味での、まあ、こういう断定はできませんけど、スパイ的な形、国を売る形の存在だった。あの、あるいはもっと言えば、今陸軍の問題がおっしゃってたように、ずっとその戦争拡大不拡大をあの石原幹事はじめとしてね、あの満州国以外全部撤兵した方がいいとかね、いろんなそういう話も出ててね、あのそういうようなことを考えた時、それともう一つは、まあ、これはあの極端という人もいますけども、実際にあの大東亜戦争の真珠湾考えた時、山本五十六と、まあ、長野元帥ですね、これはやっぱりあちら側の、あのあれだったんじゃない、スパイだったんじゃないかというようなとこまである、もう今説が出始めててね。で、海軍、今までの戦後の海軍皇帝士官から、やっぱり実は陸軍こそ平和望んでねやってたんじゃないかとか、あのちょっと実は私はそういうのに近いところはちょっとあるんですけども、あのそういうような形のね、あの大東亜戦争の根本的な考え方の違い、我々の国にもルーズベルトの、あのおっしゃったようにね、周辺全部共産主義者ですよね、オレンジ計画から始めてずっとやる一連のルーズベルト政権の流れっていうのは、周辺にみんなあのコミンテルのスパイみたいなのたくさんうじゃうじゃいたということを考えて、まああのルーズベルトの奥様もそういう系統の人だったと、
いうことを考えたときね、非常にこう、その政権の持ってる内部の人たちの中にそういう戦争を起こしたい起こさなきゃいけないと思ってた人たちいる。それから日本が ある意味で言えば私自分の南京の真実という映画の2作目の中で言ってるのは、ナチスドイツが防共協定とね、それから三国同盟、これ最初の防共協定ですか、これ結んだ時はまだずっと交渉開戦に援助してるんですよ。膨大な額の援助して、軍事指導もさっき言ったように鈴木さんがおっしゃった志田事変の開始っていうかね、陸戦隊が、5000っておっしゃったけど、3000数百っていうのは回ってね最初の頃最初は2500ですね。だから非常にそういう人数と10万人以上で、今5万人とおっしゃったけどバック入れると10万人以上とかねそういうぐらい、だからそんな3000が5000ってね、10万、5万10万のね、それもドイツの統治下から全部指導、軍事指導者全部ドイツ人ですから、そんなところに5000ばかりのね陸戦隊で戦争仕掛け、侵略戦争仕掛けられるわけないんですよ、物理的に考えても。ただそれが日本の やったことになってということなんで、やっぱり相当歴史的な事実が、もう勝者の歴史のね事実になってるっていうねことはすごくあると思うんですけどね。それとちょっと皆さんのお話を伺ったんで なんですけど、この人種差別っていうね、一応一つのトーン、もう一つは私一番これ考えるきっかけになったのは江戸潤さん の西南大東亜戦争は西南の駅だと、白人秩序に対するこういう言い方、南州在衛っていう本の中でね、そうか、近代化とか近代に対する西洋近代とか、あるいは日本の近代化とかいうのに対する西郷南州号 の戦いと西南の駅は、西南戦争は大東亜戦争だったと、実は大東亜戦争もそうだったと、世界秩序に対する明治秩序に対するこういう考え方って、意外と我々の今戦後の保守とか皆さんが考えているイデオロギー的な右とか左、もっと言うと、これも私この間顰蹙買ったんですけど、顰蹙っていうか誤解されないように言うと、水戸学館を批判してるわけじゃないんですけど、国学から始まった一連の明治広告史観というかね、広告イデオロギー、私は皇室に対して敬意も非常に持っているつもりですし、ただ天皇は荒人神としてもうとにかくそれ有無を言わせず天皇体験というねようなやり方で、これは三島さんも実は私は有国旗の発起人にもなっておりますし、三島由紀夫というのは尊敬している方ですけども、そういう意味で言うとそこの問題をね、天皇というものの問題を含めて広告史観、広告イデオロギーですね、どっちかっていうとイデオロギーで動いたところもあって、我々の中の明治維新から始まった歴史をちゃんと見とかないと、西欧の近代とどういう折り合いをつけたのか、どういう戦いをしたのか、どういう受け入れたのか、こういうところは全然はっきりしないままね、今ズルズルべったりで、今度は GHQ に支配されて、今度は抵抗や漱石や鴎外とかああいうの見てると、本当に長井花風にしろね、みんなのたうちもあるようにみんな日本というものを、出して戦ってるんですよ、何らかの形で。ところが戦後の中で戦ったのってあるのかっていうね、戦後の GHQ のグローバル路線というか GHQ 路線というものに対して本当の意味で抵抗したっていうのは、私は小林秀夫以外あまり感じないところがあってね、本当の意味での抵抗が右も左もね、保守とか言われる人たちになかったんじゃないかって、そのないというのがすごく問題なんじゃないかっていうね、戦ってくれりゃ何でも、意見が反対でも何でもいいんだけど、戦いがなかったんじゃないかっていう感覚がちょっとあるんでね、ちょっと皆さんに少なくとも人種差別的なものっていうのをこれは曖昧になっちゃうんですけどね、これといって言えないんですけど、さっき言ったパリ講和条約とか、あの時一応日本はしっかり提案してるんですよね、人種差別撤廃をね。それをウィルソンによってさっきおっしゃったように否定されてる、葬り去られたっていうね、
だからこういうところで言うと日本の戦争っていう感と実は西欧のっていうかそれまでやってきたアメリカやヨーロッパがやってきた戦争って果たして本当に同じものなのかね。我々 の平家物語とかあの太平記とかずっとまあそれはもちろん日露戦争もそうなんだけどちょっとね日露戦争にしろ日清戦争にしろまあちょっと細かいさっきおっしゃった戦争はまあちょっと私も言えないんだけど本当に日本の戦争は対外戦争も含めてあの現行もっと白旗への戦いから含めて本当に西欧というか世界の戦争観と同じものとして叩かれたのかと。どうですか。はい、いいですか。はい、あの今まさにその戦争は全然違うものであったというふうに私は思いますし、うん、そしてその日本人が他国を占領して統治をするね、うん、その方法も全く欧米とは違うものであったと思うんですよね。だからこそ欧米人がびっくりしてこの黄色人種を放っておくことはできないというようなですね、うん、反応になったと思うんですよ。で先ほどの皆さんの議論の中でちょっと私ね、うん、気になったのがあの浜崎さんの議論であの帝国主義のそのパイの取り合いというような例えをされましたね。うん、でこれはですね、まあ、植民地支配の争奪戦という意味かと思うんですが私はですね日本のその統治のあり方というのは植民地というようなカテゴリーに入るものというのはほとんどないと思います。何一つないとは言いませんけれどもねほとんどないと思います。例えばですね日本が統治をした朝鮮ではですよ1920年代から30年代の成長率がこれ 4% から 5% GDP で当時の成長してるんですよ。それに対してまあイギリスが統治植民地いわゆる植民地支配をしていたインドなんていうのはね 1% しか成長してないんですよ。これはあの韓国側からのこの長期経済の統計のデータとしてねこれ出てるんですね。もしですね日本人がその欧米流に朝鮮人を搾取していわゆる植民地支配をしておればですねこの朝鮮が GDP この時代 5% なんていう当時の破格のこういう成長するというようなことはありえないことだと思うんですよね。ではその他にもデータあるんです。例えば1910年から40年代にかけてですね朝鮮人の人口が1300万人から約3000万人に増加しています。すごいですよね。米の生産額は 2.8 億から 7.1 億に増加しています。工業生産がすごいですね13億から86億円に増加しているという、まあ、この事柄をもってして、ね、植民地支配をしたと、まあ、日本が欧米と同じように帝国主義のような形でねその競争をしてパイの取り合いをしたというそのちょっと世界観というのは私はどうかと思うんですがいかがでしょうか。じゃあ浜崎さんからじゃあその次、誤解があるようだとまずいので、まあ、軽く言っとくと当時の植民地戦争時代に日本が開国したということを申し上げたんですね。だから日本がどういう植民地経営をしたかあるいは植民地と言わなくてももちろんいいんですが、まあ、つまり韓国あごめんなさい朝鮮半島あるいはまあ台湾に対してどういうことをしたのかということとは違います。プラスもう一つだけ言うともちろん朝鮮、台湾もそうかもしれませんが朝鮮は特にそうでしょうが、どちらかというと安全保障の問題の方が僕は大きかったと思っています。のでパイの取り合いによってですね、つまりそこを市場にして、うん、でこっちがこうどんどん豊かになろうというようなもうちょっと言うとまあ悪どい戦略性はなかった。でもその悪どい戦略性がなかったがゆえに問題もあったんじゃないかとさえ、うんまあ、思うところはあるんですが、うんまあ、そういう意味では別に何の反論もないですね。はいはい、鈴木さんどうですか。じゃあちょっとあの先ほど の社長の、ねはい、お話に戻るんですけども、はいまあ、太平洋戦争はですね、うんいわゆるオレンジ計画によって、はい、推進した戦争なんです ね、うん、そうですね。そのオレンジ計画について書いてある本は3冊しかないと、うん、で一つはアメリカ人が英語で書いた本なんですね。これはちょっとかなりレベルの高いね、うんまあ、専門書なんですけど、うん、それからこれ私の書いたこの本が一つ、あともう一つ日本人が書いた本で入門編の新書版があるんですね、うんうんうん、それ3つあるんですけどそれいずれでもいいんですけどいずれかを読まないとねこの太平洋戦争っていうものが何だったのかっていうことがね全く分からないと思うんですよ、うん、
でこのオレンジ計画 の、 あの最初あの明治39年に出された1906年版オレンジ計画っていうのがあるんですけども、うん、そこではですね、アメリカは日本海軍を打ち破って制海権を奪ってですね、それで日本をその通商上の封鎖によって、疲弊に追い込むと、それで最終的には日本人を抹殺してね、徹底的ダメージを与えてアメリカ人服従させると、これがあの目的として出してるわけですね、うん、でその目的をまあ達成したと、うん、まあ、あるいは別としてね、うん、事実としてアメリカは達成して、いまだに70年経ってもですね、うん、まあ、日本はなんかアメリカの言いなりか植民地化みたいになっているという現実がある、うん、それからそれをどういうふうにやって達成するかということについて、うん、大正3年に出された1914年版オレンジ計画っていうのがあるんですね、うん、これは何て書いてあるかというとですね、アメリカ陸海軍は日本陸海軍と戦うのではないと、日本陸海軍のうち陸軍は中国とか大陸に上げて中国とかに戦わせて、アメリカ陸海軍は日本海軍だけと戦うと、うん、そう当時そのアメリカと日本の国力は10対1ぐらいの差があったのにね、うん、その10対1のうちこれをまた半分に分けてね、日本陸軍が中国で日本海軍がアメリカだとか10分の1どころか20分の1ぐらいになっちゃうわけですよ、うんうん、そういう完全に勝てるという作戦を固めた上でね、うんうん、それでその海戦にまあ導いてくるっていうね、うん、このこれいい悪いとか好きじゃなくて、うん、戦争とか戦術というものの立て方はこうやってやるんだということをね、やっぱりちょっと日本人もね勉強した方がいいんじゃないかというふうに一つ思います。そうですね、うん、いやあのこのね本当にあのオレンジ計画は意外とね、あの、言われてないんで、私 の、 あの南京の手術の映画の 2作でもこれ取り上げてね、あのいわゆる桂ハリマン会案の会議で、まあ、南満州鉄道のねあれ断って以来もこれちゃんとそのあたりからしっかりもう作り始めてるんですよ。もうだから極めてね長期的な戦略に沿ってあの日本との、ね、対決っていうかこういうのをやってるっていうね、あの我々はその中に乗っかっちゃってったっていうかね、乗せる、まあ乗せられたんですけども、ただそういう中で日本人にもそれに協力する人たちとかこういう人たちがぞろぞろ出てたっていうね、我々もやっぱりそこの、まあ、負の部分というのもね見ていかなきゃいけないし、あのこれに対して対抗措置を、まあ、やれなかったですね、正直言うと。あの天才的な作戦ですからね、ものすごいですよ、そんな簡単に対策できないんですよ、うん、まあ、というようなことがあることもね含めて、まあだからやっぱりもう一つはそのなんですか、サイデンステッカーさんとかあの日本のね文芸評論家の方が皆さん昔は日本兵 の、 あのご遺体をあのちょっと取り出して手帳やいろんなものをやってどのぐらいのレベルの人たちかと、あれでまあ私も一部読んだことあるけどそれは驚愕したと、二等兵あたりのね全く一番下のくらいの兵隊たちが全部文章読める書ける識字率がほとんど 90% 以上で、それで書いて手紙を書いたり歌う、上手い下手は別として歌まで作ってる、そして死を厭わない、こういう人間って一体何だろうっていうね、まあ、まあ、イギリス欧米で言えばノーブレス・オブ・リージュみたいなね意識を持ったあの日本の兵隊のレベルの高さっていう、その、まあ、軍国主義だ天皇のねあの来参だといういろんなことは言えるけども、少なくとも、大義のために死ぬことができるあの国の国民、あのこういうのが兵隊に数多くいた、このこと自体がそのショビルレベルであったっていうのがやっぱりかなり欧米諸国特に白人の諸国にとっては異常な猿の惑星が登場した。猿の惑星って実はあれ日本モデルなんですね、あれ 猿っていうのは文化を持ったあれモデルになってるんですけども、あどうぞ、はい、そういうことなんですけど、どうぞ。すいません、途中で今考えたことですけれども、その戦争を考える上で一つこう考えなければならないっていうのは、アメリカっていうのは帝国でした。
今もそうですし、アメリカの中ではこう二流があるわけですけれども、まあ、あの定着するあるところにこう定住して農業をやっている一つの側面もありますし、もう一つの側面は、まあ、ハミルトンあの精神、あの鈴木先生があの先ほどそのお話をされてくださったハミルトン精神というのは、まあ、帝国精神 でそのアメリカの場合はその帝国のメカニズムというのは未開に対する戦うことかと思います。未開というのはあの、まあ、昔の資料を読みますとあのアメリカネイティブアメリカンというんですかが未開という理解がありまして、その人々を啓蒙させなければならない未開社会をね、はい、そうです、はい、であの私の先祖の中チェロキーインディアンがいますけれども、私のひいおばあさんですかがあのオクラホマであのひいおじいさんと知り合って、なぜチェロキーがオクラホマにいるかっていうと1831年ですか、東海岸からあのこう移動させられたっていうか拉致されたですね。で収容所の中に入れられて、で今だそういうところにいるわけです。それがワシントン DC です。もうその一例だけで見るとワシントン DC 分かります。でその帝国はもう戦前の発言ですけれども、イギリス人シーソル・ロウズというもう帝国主義者、代表的な帝国主義者シーソル・ロウズですね、他の惑星まで帝国を膨張させたいというわけです。アメリカがその精神を受け継ぐわけです。アメリカとソ連がイギリスの帝国の跡を争って、うん、で結局、まあ、引き分けという結果で全世界を2つに分けて、あのイギリス帝国の精神をもう次の段階まで膨張させたんですけれども、いくつかの妨害がありました。それは日本もそうですしドイツもそうですし、アメリカ国内のいわゆる反動的なチャールズ・リンバーグとか、まあ、その当時のアメリカファーストですねというグループもありましたし、でも一般に言うと何が妨害だったというかというと過去、伝統が妨害です。過去です。で例えばアメリカがハワイに行くわけです。でハワイのリリー・ウォーカラニーという女王をこう拉致してですね、で彼女を、まあ、刑務所じゃないんですけども、彼女を束縛するわけです。でその後、まあ、新しいアメリカのところとしてハワイをこれから再出発したいというんです。でその時、まあ、担当したアメリカ人の一人が何言ったかというと、この人々には過去が残る限り未来がない、まあ、つまり我々が啓蒙させなければその伝統を壊さなければ我々は啓蒙作戦ができない、それは邪魔なんです。で日本も伝統を大切にする民族で、もうドイツは実はヒトラー、ナチス党とその当時のルーズベルトの考え方さほど変わらないですよ。もうかなり非白人を見下していて、まあ、先ほどあの大統領令90666号がありまして、それはホロコースト、殺してないんですよ、まあ、でも殺してはいないと言ってそれはマシと言えるかもしれないですけれども、同じように異なる人種を収容所の中に入れるのがもう常識なんです。私の先祖も収容所の中に入れられたわけです。チェロキーインディアンがそうですし、でアメリカの場合あのドイツが邪魔になったのは、変なふうにヒトラー、そのナチス党が人種を昔のこう神話とつながって、今のドイツ人がもう純粋な人種だと思って、アメリカの場合はそれ優生学的にもう白人の未来作りたい、でもヒトラーその連中は昔の過去の神話と変なふうにつなげて、もうヒトラーが未来を考えてなくてその神話ばっかりに束縛されていて、ヨーロッパってもうダメです。
ハナ・アーレントという人がいるじゃないですか。でハナ・アーレントというのはヒトラーって特にその戦争を勝ちたいと思っていなかったです。ヨーロッパを壊したいと、その神話の邪魔となっていて、で日本の場合は全く違うんです。日本だけがこの人種差別という制度がダメなんですというわけ。戦争が終わったら、だからこそ日本とヒトラーをくっつけるわけです。同じ人々がやった、同じ考えだ、でも全く違います、全然違います、ね、オレンジ計画っていうのは批判聞いたことあるんですけれども、まあ、確かにアメリカっていろんな国と戦争をする場合の計画があるんです、うん、まあ、いろんなこうレッド計画でもイエロー計画もいろんないろいろあるんです。だからって言ってオレンジ計画はあまり意味がないという批判聞いたことあるんですが、その一点だけに絞って考えるとそうですが、もっとこう俯瞰するとそのオレンジ計画が中心となっていて、それが目的なんです。他の国との戦争はどうでもよくて、その日本という邪魔なものを壊さなければ我々の未開、まあ、使命を果たすことができないって、その未開って本当に日本のこと、日本人のこと、神道を信じているとか、うん、あのようなこう未開な国民、人種を啓蒙しなければならないと思っていました。それがポイントだと思います。そうですね、はい、あの占領軍はね、なんか小学校、まあ、傘でしたこれ、小学校5年生とか12歳の子供っていうね、はい、そういう意識もあって、まあ、冗談なのか本気なのか分かりませんけど、でももうポロッと本当の本音が出ちゃったと思う、そういうところあるかもですね、はいはい、そのオレンジ計画はね、はい、過去の話なんですけど、はい、今のアメリカはね、そのオレンジ計画じゃなくてね、リンゴ計画かパイナップル計画か、うん、バナナ計画か、うん、知りませんけどね、はい、何か作ってると思うんですよ。あ、もうだって、ね、年次要望書とか、うん、構造改革とかずっとやってきましたからね。いわゆる外交問題協議会ですか、うん、あの一番の中心の、うん、あそこでやって、はい、CSIS がいつも年次要望書っていうのを、ね、CSIS ですね、日本に出して、はい、それを毎年本当にびっくりするぐらい忠実にこの30年間続けてきてる、はい、自民党の政策全部そうですからね。そうなんですよ。その CSIS がワシントンに有名で、はい、戦略論と戦術論ってのあるじゃないですか。だからその戦略レベルで対抗できる思想なり何なりを持たないとそれは対抗できなくなる。例えばそのオレンジ計画の末端といえば言い過ぎですけど、うん、海軍の増強計画に関して日本がそれにどう反応したか、うん、せいぜい88艦隊ですよ。そうですよ。これどちらかというと戦術レベルになってしまう、うん、まあそうですよ、うん、それに対して大東亜共栄圏となったら、これは賛否別にして戦略論です、うん、ある意味ね。そうですね。その辺はちゃんと整理して、うん、過去のあれを検証するについてもここのところは戦略論として、うん、戦術論として、うん、これはもう、うん、実は私たちそれ苦手だったと思うんですね。そうですね、実際は、ええ、いやそうなんですよ。日本にそれがね、ええ、まあ、島国でね、急にアジアのことを責任持て、世界のことを責任持てってね言われて、まあ一生懸命頑張ったんでしょうけどね。なんか、はい、どうぞ。先ほどモーガン先生からですね、インディアンの強制移住法のお話があったと思うんですが、アメリカはマニフェストディスティニーという形で、まあ、一貫してその膨張政策を取ることが自らの宗教的使命であるという考え方で歴史を動かしてきたわけですね、まあ、そういう文脈から言うとこの大東亜戦争というのも、まあ、これが偶然に起こったのかそれとも必然だったのかという議論がよくありますが、私はこれはもう間違いなく必然的、歴史の必然として起こったことだろうと思うんですよね、うん、まあ、先ほど来このオレンジ計画の話がありますけれども、まあ、1898年の米西戦争で勝ったアメリカが太平洋に出てきたと、そしてフィリピンに出てきたと、うん、その時にまあ日本がこの日露戦争で勝っ
ってアメリカがその太平洋中国地域に進出をしようと思いきや、日本というこういう強国がすでにアジアの中で自覇を固めているということに対する、まあ、警戒心というのが私は非常にあったと思うんですよね、まあ、警戒心と同時に日本をテコにして中国を門戸開放させるというそのまあ遠大な計画がアメリカにあったと同時に、いつか日本を叩かなければならないというのが、この構想こそがまさにオレンジ計画であったと思うんですね。でオレンジ計画というのはまあ戦略というか、むしろそういう歴史的な構想だったと思うんです。で1905年にご存知の通りですね、桂タフト協定で、17年に石井ランシング協定が結ばれてきますよね、まあ、こういう協定が結ばれていって、相互にその利権の確認をアメリカと日本の間でしたのは、アメリカが中国に進出をしたいというそういう意図があったからだろうと思うんですね。ところがその第一次大戦後アメリカも戦ってみたものの、蓋を開いてみると自分たちが獲得できたこのアジア利権というのが何一つないじゃないかという、その怒りがアメリカ人の中に非常に強くあったと思うんですね、まあ、その怒りがまあそのオレンジ計画などをさらに加速させていった。で4カ国条約1921年ですね、まあ、そこでその日英の同盟を切らせる、まあ、このハーディング大統領がその敷いた路線にまんまとこの日本が孤立路線を歩んでいくという形にさせられていって、それがまあああいう大東亜戦争という形に結実した。これはあくまで歴史の必然であるというように私は考えますね。あの先ほどね、社長のお話で品字編の話が出てたわけなんですけども、あの南京を攻略した時にですね、はい、あの昭和13年1月11日にあの御前会議が開かれてるんですよ、うん、その御前会議で議論になったのはですね、あの参謀次長の多田早男中将という人が、これはもう停戦にし和平すべきだと蒋介石と、うん、こういう主張したんですね。でこの時あの外務大臣の広田光輝がですね、これは断固その蒋介石をやっつけるべきだということを主張してですね、で天皇陛下の前で参謀次長の多田早男中将とその外務大臣の広田光輝はやり合ったわけですね。で最終的には外交は外務省の権限であるということだったので、それでその後 の武漢三鎮攻略重慶攻撃が決定したわけですね、うん、そういう意味ではその昭和13年1月11の日の御前会議というのは極めて重要な御前会議でありましてね、ここでその外務大臣広田光輝が徹底抗戦を主張して訂正を拒否したというのは、その日本の分かれ道でありますのでですね、このところやっぱりちょっと我々は忘れてはねいけないんじゃないかと、そういう意味ではやっぱり広田光輝がね、うん、死刑になったのはね、まあその当然なのではないかというふうに私は思いますね。まあちょっとその辺は私の意見が違うところあるんですけど、はい、あの今言って、まあ、じゃあ皆さんどうぞ。今の あの歴史の問題ってとても重要なところだと思うんですが、私はちょっとそういうことに細かい知識がないので、ちょっとお二人のおっしゃったことでですね、まあ、補足なのか疑問なのか分からないけど、最初にあのローズベルトに関して言いますと、まあ、ちょっとモーガンさんの前で言うと怒られるかもしれませんけど、最初に日本との戦争の前に最初にルーズベルトが潰したのは南部のヒュイロング政権なんですよね。私のルイジアナ州の地位ですね、はいはい、当時ルイジアナで、まあ今日の話とずれて本当申し訳ないんですけど、ちょっとは関わると思う、はい、別にこのヒューロングという人、僕はあの偉いかどうかそれはいろいろ議論があるでしょうが、簡単に言ってしまうと、まあ、少なくとも彼のスローガンを言ったら、アメリカは今戦争どこじゃないと、この格差社会をどうにかせなあかんと。で それに対しての彼の政策は僕はあんまりいいと思わない。それはとにかくそれをやんなくちゃいけないと。でも今銀行資本にワシントンが乗っ取られてる、これを解決することがまずは第一なんだと、
この南部は見捨てられてると、いや申し訳ないんですが南部は見捨てられてると、南部はろくな道路も作られてないし、ルイジアナ洪水が来たらおしまいなんや、今はそうです、いやいやいや、でも今は そこまでなってないですね。でそれを、まあ、簡単に言えば田中家みたいな人ですよ、ちょっと誤解を恐れずに言うとね、はい、とにかくその外国とかナチスとかもうどうでもよろしいと、はいはいはい、まず、はい、とにかくこのアメリカの中の格差どうにかしようということをヒューロングという人はしまし、最初はローズベルトを支持してたんですけど、ローズベルトを支持してたんですけど、途中からそれをすごく社会運動として始めて、はい、あえて言えば確かに彼の独裁的なところがあったんで、反対する人をどんどん弾圧していって、はいはい、それは確かに民主主義から言ったらちょっとまずいんだけど、はい、まあ、ある種ルイジアナが本当に独立政権で、こっからむしろルーズベルトの次の選挙で本当に決定的にどっちが勝つか分かんないとまで言われる状況にあって、はいはい、これに対してローズベルトはもうこれは完璧にアメリカのもう憲法にも違反した存在になってるっていうんで、はい、ロングは暗殺されるんですよね、はい、別にルーズベルトが暗殺したかどうかなんて証拠はないから、はい、ルイジアナの中でも反ロングのグループはすごく多かったから、はい、彼らがやったんだと思いますよ、はい、だからそういうことがまずあって、アメリカの中でのそういう今に至るような、それこそまあ、プアホワイトって言ったらちょっと申し訳ないかもしれないけど、アメリカの中の問題を解決すべきだという人たちと、はいはい、そういったものとは違う世界の問題に対して出ていくことで結果的にアメリカが豊かになるんだというのは、実はルーズベルトと当時のロングという南部の間で対立があって、でそのロングが滅ぼされてから暗殺されて、ルイジアナのその運動がなくなってから実は大東戦争になってるんですよね。これは偶然なんですが、ちょっとモーガンさんのお話聞いててふと思い出したんで、ある意味では今のアメリカの分断みたいなものの原点かなとちょっと思ったんで申し上げました。次にですね、上山先生のお話でさっきの人種偏見ということで、それすごく大事なことだと思うんで一言だけですね、もうそれはもう当時全世界においてそういうものがもう明確にあったことはこれ確実ですよね。でさっき言った優生学というのもノーベル生理学賞を取ったアレクシス・カレルという方がいらっしゃったと思うんですけど、人も、まあ、偉大な科学者だけどやっぱりそれに近い考えを持っていて、まあ、こう遺伝子的に問題がある人はやっぱりある程度子供を産んじゃいけないんじゃないかなんてことを平気というかね、そういうことも論理的に言っていたのは、そういうものがもうまかり通るような時代だったことはもう確実ですよね。でそういう中でそれは少なくとも残念ながら当時の白人のかなりの知識人が高いレベルにおいても共有されていた価値観だったの。でそれは人種偏見に明確につながりますし、ただあともう一つはこうさっきあえてご紹介しなかったんだと思いますが、その優生学とかそういうのは確かにアメリカいっぱいあるんですけど、もう一つアメリカでものすごくこれ今でもそうじゃないかと思うんですけど、あるのは一つにやっぱ反ユダヤ主義ね、あともう一つはよく今批判される陰謀論、これ結構アメリカンルーツのものがすごく多いんですよね、うん、こういや別にそれはどこ言ってるんじゃないんだけど、これ言うと差別になっちゃうかもしれないけど、やっぱ歴史が割と浅い国ってそういう陰謀史観的なものとか、あるいはこのいや本当のちゃんと調べた世界のいろんな構造は解き明かそうというものならいいんですよ、割と思いつきのような陰謀史観っていうのは実はアメリカ結構反ユダヤ主義にしても、ヘンリー・フォードなんかヒトラーをちょっとヒトラーもビビるくらいのこと言ってますからね。そうですよ、ヘンリー・フォード広かったですよ、多分、はい、もうヘンリー・フォードが政権取ったらヒトラーの倍ぐらいのことやったんじゃないかというくらいひどいこと言ってるわけで、はいはい、例えばどういうこと言って、いやそれは簡単に言ってしまえばもう完璧にユダヤ人なんて抹殺してもいいみたいなこと、うん、平気で書いてる、平気で書いてました、うん、はい、でよくあれね問題にならなかったなと思うようなものが、まあ、問題にはなったんでしょうけど、もうフォードっていうと自動車のイメージしかないけど、あれだけのアメリカ有数の大企業家がバリバリの反ユダヤ主義者で、はい、KKK なんかと KKK の中でもかなり質の悪い人間と交流があったなっていうのは本当にだからそういう時代だったっていうことはやっぱり忘れてはいけないですよね。何も日本を持ち上げたいんではなくて、当時の植民地主義とか、はい、あるいは西欧列強の横暴っていうそういう言葉だけじゃなくて、はい、実際にもうアメリカのトップクラスの起業家が平気でそういうことを言って、
多少問題になっても別にそれで抗議されたわけでもない、そうなんですよ、はい、そういう時代があったってことは、うん、まあ、ナチスは分かりやすいんですけどね、そういうことは本当に忘れちゃいけないだろうなと。だからこそ今人種問題に非常にこう繊細敏感になっていて、まだ反省していないことで、うん、でそれをこう何て言いますかね、あの美徳ランダリングというんですけれども、うん、アメリカ英語では昔のことをあの反省しないで、まあ、今、その BLM 運動とかはそれ白人のためにあったんですよ、うん、黒人のためではなくて、黒人が何の利益をもらっていないと思うんですけれども、うん、白人がそうやって自分で自分を慰めているだけで、うんうん、昔のあれを全く反省していないですし、うん、でね、プロパガンダもそうですし、今言ったフォードのユダヤ偏見とかね、というものと同時に現実に我々が認めなきゃいけないのは事実として、あの、例えばモルガンにしろ何しろアメリカの金融資本あるいは、あの軍需産業、もっと言えばロックフェラー、あれはあのユダヤ系ではないですけど、アメリカのね、あの今言ったルーズベルトを焚きつけてやったのがロンドン、まあ、シティですよね。でこういうロシアルドとかね、こういう人たちがきちんと、これあの我々が一番気をつけなきゃいけないのは陰謀士官って言って、こういうロスチャイルドが出てくるとね、あれなんだけど、少なくとも2500万ぐらいのユダヤの人が、まあ、ユダヤ人が世界の金融とか、あのいろんな意味でのエネルギーとか、こういうものの指導層にちゃんと、ま、間違いなくいるんですよ。これは別にユダヤ人がどうじゃなくて、その人たちが結果として、まあ、優秀なわけでね、あの優秀っていうかそれだけの力を持ってね今いるってことは我々認めなきゃいけないことだと思うんで、これは偏見でも何でもなくてね、事実として世界 の, あの金融やあのいわゆる武器産業っていうのかな、軍産複合体やエネルギー石油メジャー、これはロックフェラー系のね人が中心だったけど、今連携してますからね、みんなそういう人たちは、あのまあ、報道はちょっと今こうなってるけどね、あのやっぱりそういうことを認めた上で、あの少なくともあの大東亜戦争のアメリカ参戦は、少なくともアメリカ世論はあの時までは全然戦争に参加したくないという 80% 以上でしただったわけですけれども、はいはい、まあ、チャーチルとかね、まあ、チャーチルが代表するイギリスの金融資本やそういう人たち、なんとかアメリカ参戦させたいというような形でルーズベルトを、まあまあまあね、こう説得というよりもそういう流れの中でアメリカの世論をそういうふうに作り変えていった、はい、こういうあの現実を踏まえてあのやると、そのさっき言ったオレンジ計画をねやって、 今もその大東亜戦争、そして GHQ、 そしてあのいわゆる構造協議、構造改革、あの年次要望書、今は年次報告書になっちゃってるけども、こういうような形の CSIS とかね、その、まあ、いわゆるアメリカあの、外交問題評議会ですか、はい、これもアメリカの完全なシンクタンクですから、はいはい、これ事実としてこれ陰謀論じゃなくて、そこから閣僚も出てるし、はい、今のネオコン の, あのヌーランドとかあの辺の国務長官やないか全部、まあ、ユダヤ系の方ですよこれ、別にそれがだから差別になるとじゃなくて、現実のことであの政権中枢を握っている人たちがそういう人たちであるということは、私はあの認めた上でね、やっぱりそういうあの世界の現実を見なきゃいけないと思ってるんですよね。あのうちの場合だから、あのそのね、あの、まあ、三浦さんのもよく出てもらってね話してる、そういういわゆるこの実際誰がこの世界のヘゲモニーを握ってるのか、誰が本当支配してるのか、戦争を起こしてるのは一体誰なのかと、あの狂ったプーチンなのか、ね、それこそね、あの本当にじゃあゼレンスキーが民主と自由の闘士なのか、これ具体的に見ていくと今だんだんバレてきてるけども実態がね、あのこういうことじゃないですか。結局はあれ、今回の、まあ、これはまた意見が違ったら言ってもらいたいけど、我々の結論を出してるのは、あの戦争は金儲けのために起こしてるんだと、ほとんどが、うん、という現実で、も我々の大東戦争っていうのはあれ金儲けのためにやったんじゃないというね、うん、あのまあ一種の何て言うんですか、あのマッカーサーが外交問題外交委員会で言ったように、 ほとんど防衛的なもんだったというね、だからこの大東亜戦争、まあ、さっきからちょっと繰り返しになっちゃうか分かんないけども、今の続いてベトナムから朝鮮戦争からずっと
あの世界のイラク戦争やね、あれも全部石油利権やいろんなものが絡んだ、金儲けがすごいほとんど絡んでるけれども、で今のイラク、いわゆるあのウクライナだって食料エネルギー軍産複合体みんな大儲けしてるわけじゃないですか。でこういう現実を見ないと大東亜戦争の我々の国 の、 あのただ大東亜聖戦とかね、あの私は聖戦という意味があったと思いますけど、あのそういうのが口先だけのあれになってしまう。で聖戦といっても悪いことはたくさんあるわけですよ、マイナス面も。でこのことも言えなくなってしまうってね、あのそこら辺のところどんどん冷たいなと思ってまして、例えば鈴木さんね、昭和というこの過ち、これ戦争をやってるわけですよね我々は。で最終的には大東亜戦争だったわけですけども、あのやっぱりもし過ちとしてあったとしたら、さっきの維新の問題ね、これだんだん簡単にこんな言える問題じゃないとは思いますけど、どうですかこれ、はい、どこが過ちかって、あのいわゆるこの大東亜戦争に至ったね、昭和そして現在、この何を我々は昭和というものがね過ちやって、どっちの方向行っちゃったんだと、皆さん少し分かりやすく言っていただけると。明治維新という後、はい、私たちはそれも検証せずに、うん、なんて言いますか、結果的に昭和維新を生んでしまったっていう、うん、そこが大問題 で、うん、で先ほど77年ってお話がありましたけど、前半確かに、昭和維新までは、なんて言いますか、あの明治維新という呼ばれている出来事の成果として、ひたすら欧化主義に初期は走って、結局それは物質文明的にはかなりの成果を上げてっていう面はあって、その間一切明治維新という出来事の検証は何もやらなかった。で昭和7年に経って なぜあの頃に昭和維新というとんでもないムーブメントが起きたのかっていう、最近あの昭和12年とは何かっていうことをお書きになっている方が出てまいりまして、で昭和12年学会というものを設けられた、あれ的な動きといいますか、あの非常にあの、大変な労作をお出しになっているとは思うんですけれども、昭和12年ちょっとね点として捉えすぎちゃうんですよ、一つの年度に、そうやって、焦点を当てて、それをいろいろなんて言いますか、海外の政治的な動き経済的な動き、それと結びつけて論じていけば、あの時代って非常にどの年をとっても非常にドラマティックな年になります。これは、それはちょっと違うと、あのもうちょっと俯瞰してみましょうということになれば、明治維新昭和維新つないでみましょう、でそれがある意味原動力となった大東亜戦争の結果、マッカーサーにが彼が代表者、支配側の代表者、だから日本人からすれば12歳の国民と言われて彼にひれ伏したということになるんですけれども、じゃあそのマッカーサー教育、進駐軍教育といいますか、占領軍教育といいますか、そこからも私たちはそれも何も検証してない。そうですね、ダブルトリプルあたりで何も検証せずに、ですから私の受けた教育なんてめちゃくちゃです、明治維新についてもある意味めちゃくちゃですけど、昭和維新のあのあたりになると、私の父親はちょうど満州事変に従軍しておりますので、復員してきた時はもうあちこち肉が剥がれている、小さい頃は近所の子供たちが怖がりました、肉が剥がれている人間って怖いです、そういう体を小さい時から私は父親っていうのはそういうもんだと思って育ったんですが、満州事変なり南京の問題です、何にしても先ほどからこうお話になっている舞台は私の父親が転生してきたルートです。
でその時の兵隊がどうなってるか誰がどうなってるかって、うん、それはよく分かります。ただそこをだけを捉えるとさっきの先ほどの戦術論よりもひどくなってしまう、うん、ですから何が申し上げたいかっていうと今例えばですけど例えば日米地位協定っていうのがあります。これは外務省の分類では条約にあたります。あの安全保障条約の付帯文書でも何でもないです。これは一個の条約として扱われます。これは間違いではないんですけど、じゃあそこに何が書かれているかっていうのが大問題で、ところがそれはほとんど皆さん関心を持ってない。関心、なぜ関心を持たないかっていうそこのあたりも大問題なんですけれども、でこれはなんて表現悪いですけど思想的に虚勢されたみたいな、そういうことがあったとすれば私たちはまさに何て言いますか、それのターゲットでありターゲットであった、で、ターゲットに従うからすれば見事に彼らは成果を上げた、そのサンプルであると、うん、私たちがですね、自分たちがそのサンプルであるというところから始めてもいいのかなと、うん、でこの過ちというのはそのあたり、うん、こうどういう表現がいいのかっていうと、そのサンプルっていうのはとんでもない表現でなかなか受け入れられないとは思うんですけれども、うん、ここは一つそのなんて言いますか、いつも申し上げる自分たちにかなり戦術的にも都合の悪いこと、これは失敗だったって、うん、それも全部あからさまにこのテーブルの上に、うん、同じテーブルの上にさらけ出して、うん、そして整理してみないと、あ、やっぱりサンプルだったんだっていうふうにはならないと思うんですね、うん、ですからそこをやってない過ち、うん、非常に関連論だけは、うん、明治維新もそうだった、昭和維新もそうだった、うん、関連論で物事を進めようとする、うん、あるいは進んできた、うん、メディアの果たした役割なんてものすごいです、その意味では。そうですね、そして昭和維新、昭和7年から12年にかけての5人の文部大臣、うん、もしどうしても戦争犯罪人戦犯っていうことを決めたいのであれば、うん、私はその5人を必ず含むべきだと思うんです、うん、それとメディア、大阪毎日、東京日日を筆頭としてってことになりますけれども、ですからあの先ほどのお話の中で出てきたことで、ずっとそのままになってるんですが、自分たちが考える戦争と彼らが考える戦争と同じなのかってお問いかけをいただいたと、うん、敵の芝を踏む、うん、人の芝を踏む、他人の芝を踏むという言い方がありますけれども、うん、彼らにとっては芝を踏まない限り勝ったっていうことにはならないですよね、うんうん、ところが地政学的な問題もありますが、私たち日本人ってそうじゃないですよね。海軍の戦いとしてもです、まさにそれもある意味象徴的なんですけれども、確かに陸軍だけで開戦できたかどうか、これは不可能に近いですよね、戦術的に言っても。じゃあ敵の芝を踏むっていうこと、私たちにその感覚かなりないんですよね、あるいは気迫薄いですよね。これも地政学的な問題です。で北方領土を考えるときに、長年メドベージェフがよく言いましたけど、プーチンも言いましたけど、我々は戦争で、つまりただ彼らが言う戦争でっていう時には正しい戦争でってなるんですけれども、我々が正しい戦争で獲得した領土である、返してほしかったら戦争で取り返せ、これをはっきり言った、うん、この戦争観、そして敵の芝を踏むという感覚、うん、私たちこれ理解しておかないと、そうなんです、今のウクライナの戦争も理解しているようで、実際皮膚感覚ではなかなか理解できてない、うん、なぜあそこを
クリミアをこうするんだ、なぜあの橋を爆破するんだ、いろいろ考えた時に、いや戦争で取ったんだから我々は、うん、このエトロフもクラシルも全部、うん、我々苦労して戦争で取ったんだから返してほしかったら戦争で取り返せよ、うん、っていう論理、芝を踏むっていう彼らの伝統的な論理感覚って言いますか、その論理と感覚って言いますか、そうですよね、これ理解しておかないと、うん、なんて言いますか、自分たちの過ちを検証するについても、うん、なかなか正確に、うん、未来の青写真を描くための検証でなければならないんで、そういう検証はなかなか難しいという気もするんです。だからできるだけその相手の感覚といいますか、そこまで踏み込んで私たちは理解しておく必要があるなってこれつくづく思うんですね。いやおっしゃるとこすごくね、昨日ちょうど北海道で帰ってきたんですけど、北海道からあのロシアがこの間あの千島の原住民というか先住民はアイヌだってこれ言ったこと、それから下院 の、 あの議長でしたか、あの 北海道の北半分はロシアに権利がある、あのこれでちょうど、まあ、ウクライナ戦争始まって日本が、はい、あのね、いろんなことでアメリカと同調したらそういうことを言い出してる。でこれね結構ねリアリティがおっしゃるようにね、うん、彼らにとっては大あのまあ、あそこのシブシ島で日本の兵隊が終戦になったけど抵抗して侵攻を食い止めたんでね、あの北海道まで至らなかった。でアメリカもちょっとそこまでやらせないってことで北海道侵攻なかったんですけど、基本的にはもう約束通りあれなんですよ。それとね昨日ね元北海道議の小野寺勝さんって人が言ってたんだけど、今中国がどんどん買ってるんですよ。で一説によれば1割ぐらいもあの中国の土地になってると買われちゃってると。でも不思議なことに北方北半分はほとんど買ってないって、中国は全部釧路からあの留萌までのその線の下側とか南側はどんどん買われてる。でわずかに稚内の一部港湾の周辺だけがちょっと中国買ってるけども、あとは全部全く手出してない。あのそれでそのプーチンのアイヌが先住民だと千島のということは、絶対今おっしゃったように俺たちの論理は理屈から言ったって戦争で取ったもんだし、もともとお前たちのものじゃないんだと、北海道だってお前たちのものじゃないんだと、お前たちは戦争で取ったんだと、あの和人の侵略でね北海道を奪ったんだって、こういうインチキな、まあインチキですけども本当は、でもこういう論理なんでね、今あのおっしゃった原さんのおっしゃった彼らの論理はそういうことなんですよ。だからあそこはアイヌの土地で、アイヌはこの間アイヌのルモイのアイヌの教会 の、 あの人間がプーチンさんに要望書を出したんですよ。知床の自然を守ってくれっつってプーチンさん、ね、こういうこと全く、それから今言った日本のバカ議員たちがあのアイヌ、北海道はアイヌの先住民だ、北海道の先住民はアイヌだって全然違うんですけど決議しちゃったんですよ全員一致で。で今回今100年記念という開拓記念塔もこれ解体するって言ってるんですよね。でこれは北海道人が自ら開拓の歴史を自己否定してアイヌの記念塔がなんか作られるみたいなね、つまり自分で自分の国の歴史をね、今北海道の人っていうか国会議員全部含めて、だから今原さんの言ったね視点めちゃくちゃ大事なんですよ。これロシアはそういうことやるし、中国もアイヌの人たちの要請、先住民に要請でこの間のチベットとかウイグルと同じように解放してくれと北海道を、そしたら人民解放が入ってきてね、やったって和人の侵略を から解放したという論理が十分あの北半分はロシア、あのもうアイヌ、あのそれこそ民族、多民族共生空間が北海道にアイヌを中心に生まれるということが今本当に進んでるんでね、この大規模戦争のもの本当に今もね続いてるんですよ実際は。沖縄も似たような危険性があって、うん、私たちついその、なんて言うんでしょう、沖縄返還があってっていうふうに、うん、だって昔から日本領みたいな感覚にいつの間にか陥っていると言います、うん、まあ、こ
ここで申し上げるのは釈迦に説法で恐縮なんですけれども、沖縄が日本いわゆる日本国の領土であったっていうのはたかだか130年か140年通算でも、で沖縄に行きますと若い世代の方、まあおそらく40代ぐらいまで含めてですけれども、独立論をおっしゃる方がいます。あのよく知ってる方でも、いや沖縄は独立したい、日本からも独立したいっておっしゃる方はいます。私別に反対はする立場ではないですけれども、ただいますよ、あのこれあの沖縄中絶総研究会とか、中核派とか核丸派、まあ、中国は援助してるんですけども、あの反旗闘争やってるリベラルの人とか、ね、一般の方でも割といらっしゃるんですね。一般の方でも、一般の人もだからそれにほだされて、あの最近言い出す、だから どっかの組合の集会とかあるじゃないですか、はい、そうすると必ずその連中が沖縄独立とかね、沖縄独立って旗を持っちゃう、あのカメラが回ってるから行って、それ で今琉球って言うんですよ、あの うちは沖縄 あのチャンネルを特別に別に持ってるんで分かるんですけど、本当に浸透してますね、つまりあの大概中国の統一戦線工作部のねあれとして、こういうあの宣伝、沖縄はあの日本人と違うんだと、いやあの DNA 的には全く同じなんですけどね、でもあの薩摩のねあの支配というか、それを受ける前はちゃんと独立した国だったと、中国とつながってたって、だから中国の一部でも言うじゃないですか、 あれは中国の領土なんだってねそこなんですよね。沖縄って高い場所が少ないじゃないですか、いろんな地方行くと私必ずこの土地で一番高いところはどこですかって伺って必ずそこへ連れてってもらうんですけど、そうするとよく俯瞰できるような気になるんですけれども、いやそうなんです、そういう実感が欲しくてあの高いところへすぐ登るんですけど、我ながらバカだなと思うんですけど、沖縄で高いところある道の駅からが一番よく見やすいんですけど、本当に東シナ海一望できて、これまあ当たり前の話なんですけど、独立した瞬間に何が起こるかっていうのが、その現場に立ってみるとかなりよく分かる気がするんですね、そこをちゃんと理解して、上原さんあなた言ってるってこういう話し合いになるんですね、そこになるとさすがの現地の上原さんという方も、まあ、向こう上原さんたくさんいますから、多分これは大丈夫だと思うんですけど、黙ってしまわれる、これはもう黙らざるを得なくなってしまう、分かってらっしゃる、だから心情的に独立したい、あ賛成ですよ、これ心情論として非常に理解できる、ただ現実的な環境がどうなってるかということを考えると、これはとても無理っていう、いやもうあの大体三千数百億毎年あの沖縄にね出てるんですけども、あのその予算組もできないんですよ、もう何十年もずっと内閣府が沖縄の予算作って、全部におんぶに抱っこ、もう米軍の基地があるからというねいう形で、あのまあインフラはほとんど全部そういう整備されてるし、こんな至れり尽くせりで、まあ、もっと言うと、まあ、私でもずっともうこの20年ぐらい沖縄から始めるぐらいの感じであの取材したりなんかしてるんで分かるんですけど、あの本当にこれはあの自民党政権のあれだと思いますね、文句言ったらお金を渡す、もう金付け あのあれでね、これ本当に人間に対して無礼だというぐらいね、あのということですよ、あのいうことやってきて、であの沖縄がじゃあ普通に観光立国でやれるかって言ったら絶対できないです、もう途端にガタガタになる。それからもっと言うと、これ別に米軍を褒めるわけじゃないけども、沖縄に進駐してきたあの愛作もね、もうそれ衛星から何から本当にちゃんとやったんですよ、実はあの風土病とかあのマラリアとかの撲滅やあの、まあ、いわゆる予防注射みたいなね結核とかあの梅毒やいろいろそういうものも含めて、あのこういうことをやって、まあ、正直言うと至り尽くせりをしてきた結果の、ね、中で、あのああいう極めてちょっといびつな構造が生まれてしまったっていうか、あの
ただ今一番問題なのは、心配なのは、今までは冷戦とかそういう時はまだ対ソ連対中国で嘉手納基地があって、アジアの防衛の中心みたいな形でアメリカがいたんだけど、今ほとんど海兵隊全部引き上げてますからね。それから 50機あった F-15 も全部引き上げました。で、あのぐるぐる回る巡回型の最先頭最新鋭っていうのが12機ですか、今いるだけでね。具体的には本当にあの沖縄の米軍というのは空白地帯になってる、韓国の空白にもなってるわけですよ。だから本当にちょっと冷戦というかちょっと前までの時代と、もうアメリカの戦略も変わってきてるし、あの日本自体が、いや沖縄の人が特にそうだけど、日本全体をまだアメリカが守ってくれるとか思ってる。いや、もうものすごい錯覚あります。もう全然ね、そう、もう日本もそう、本体もそうですし、沖縄が特にそうなんだけど、危ないなと思うんですけど、どうぞ。はい、いえ、今あのとっても大事な話で、僕は水島さんのようにやっぱ沖縄にそんなに行ってないからわからないんだけど、私はやっぱり基本的には日本が良くないと思いますよ。あのやっぱりさっきおし、あの今、原田先生おっしゃった通りでね、あの仮に明治維新以降に沖縄が日本になったとしましたということで話をするとして、そして、まあ、それは事実でしょうから。で、そしてですね、逆に言うと、あの後になって日本国に入った、つまりあの終焉で後になってある共同体に入ったとこほど、逆に非常にあの激しい愛国心やその共同体へ の、あの意識を持つっていうことは、これはあの沖縄の方だけではなくて、世界的に僕はそういう民族の中にはそういう、あ、共同体ってのはそういうもんだと思うんです。私はあの沖縄戦の時に本当にあの民間一人一人、まあ女性にっていうと女性に失礼なのかもしれないけど、本当に女性から子供に至るまでですね、必死で日本軍と協力して戦ったというのは、やっぱりこれはですね、あの自分たちがあの日本人であるという意識というものを、多分ね、本土決戦を仮にやったとして、半分冗談で言ってるんですよ、あそこまで戦ったかなと思うくらい沖縄の人は戦ったと思いますよ。そのことに日本として敬意と誇りを示してこなかったことが、多分それをしないで、沖縄は被害者なんだと、戦争の被害者なんだという形で戦った人たちを精神的にやっぱりスポイルして侮辱するようなやり方をしたことで、その代わりにお金はあげますよと、そうやった戦後の日本政府の問題ですよ、これは。で、あのそういうところになれば、やっぱりこう、まあちょっと僕の言い方オカルトみたいに聞こえるかもしれないけど、やっぱり民族の無意識の中に、沖縄人の無意識の中にですね、結局のところ日本っていうのは一言としか思ってないんだから、うん、あの別にあの、まあ、言いにくいですけど、やっぱり中国にも徴工していた時代があるわけですから、うんうん、別にそんな日本にこだわらなくてもね、あれだけ戦って、あれだけ自分たちの先祖が地のあの日本軍と共に戦って、日本軍の司令官が戦後は格別の配慮をしてくれと言ったのに、格別の配慮ってお金だけなのかよということになれば、それはやっぱり彼らの中で、まあ全部とは全然思いませんよ、一部の沖縄の人たちの中である種の日本に対する距離感や空虚感が生まれたとしても、それはやっぱり日本政府が悪いですよ、僕はそう思います、それ今の問題に関してはね。いや、全くそうですね。あと、あの今あの原田先生、あの問題をあまり限定したくないのでおっしゃらなかったと思うんですけど、やっぱり昭和と八重山市という中で、やっぱり、まあ、ここで議論する時間ないかもしれないですけど、やっぱりあの昭和維新運動というのを、あの、まあ、あえて右翼という言葉を使いますが、右翼の場合は戦後右翼に至るまで非常に一面的に美化する傾向があったんですよ、226事件にしてもね、あの三島先生の場合は文学的評価だから、それはちょっとまた別ですけど、とにかく226事件や515事件をむしろ国内矛盾と、本当にそれは事実あったことですから、本当に日本の中の貧しい人たちを助けなくちゃいけないという意識と、それといわゆる今の政府の官僚というのは全部そういう国民の辛さがわからない連中だ、これを取り除いて陛下と国民を一体化しなくちゃいけないっていう、それが大雑把に言えば昭和維新運動ですよね。でこれというのは一面ではですよ、やっぱり当時の反資本主義という非常に強い意識があって、要するにあの財閥を許しちゃいけないという、まあ、昭和維新の歌がそうですから、これなんかはある意味ではこうマルク主義的な革命思想という親和性すら持っていたような一面もあったわけなんですよ。
で、まあ、それはいいとか悪いとかじゃなくて、はい、だからそういった運動というのを戦後右翼は一面的に評価かなり美化して行ってきて、うん、で本当の天皇新政を作ろうとしてきた英雄たちだという、傾向が結構あって、また左翼の人たちはこんなのはただの単純なファシズムに利用された愚かな人たちなんだ、気持ちは純粋かもしれないけど、うん、所詮は軍部独裁に道を開いたんだというそういう言い方をしてきたわけなんですよね。まあ、もちろん今はもっと原田先生をはじめ丁寧に論じようとした人たちが、まあ、ここにちょっといらっしゃらないんですけど、江崎先生なんかも多分いろいろやっておられるんでしょうけど、その障害者運動というものと大東亜戦争というものはある種直結している面もあれば違う面もあると思うんで、うんうん、それはこの場でなくてもいいですけど、ちょっと議論する必要のある点だと思います。本当にそれはすごい大事な話でね、ちょっと私がこの間その有国旗の私も一応国旗の一人なんで言ったのは我々はちょっと前まで冷戦あたりまで日本を国を売る、まあ、ソ連とかね、この国を売る連中と戦わなきゃいけない。三島さんも1968年の時、過激な派の学生がね武装蜂起するから あいつらと盾の会作って対抗すると、自衛隊もおそらく治安出動するだろう、こういうことを考えたんだけど、私が結論的に言うと相手がそういう相手いなかったっていう、つまり売国分子がたくさんいると思ったら売国もなかった、つまり売日とか反日じゃなくて反日分子なんかいなかった、日本に 無日だと、日本がない差し違えることもできない、ただ三島さんは差し違えたかったんですよ、その売国勢力と盾の会でね、と私は思ってて、無日だったっていう、つまりやるやついなくなっちゃった、 いるつもりいたら誰もいなかったと、こんなここまで空っぽな空虚なのっぺりした世界になっちゃってた、だからもう自分で自衛隊だってせせら笑えること分かってますよ、頭いい方だから分かってるけども、その何もない空虚なところに呼びかけて自分で腹切ったというね、こういう感じが最近ちょっと思ってて、ちょっとそういう発言をしたんですけど、この問題はすごく私が戦争をね、我々が今どこに来てるかって言ったら、売国でも左翼の味方でもリベラルの味方でも中国の味方でもなくて、親中派の金儲けの政治家が多いけども、むしろ日本がないっていう、一番小野田先生っていうのをここにも生きてる時はおいでいただいて、いろんなお話いただいた、ルバング島から帰ってきたら、日本に帰ってきたらつもりだったらに、それこそ浦島太郎じゃないけど、日本じゃない日本があってね、マスコミでいろいろ叩かれて軍国主義の象徴だということで、で彼は慰労金というのを靖国人全額給付してブラジル移った、で何十か年向こうで成功した後また戻られてね、子どもの教育に携わったんだけど、やっぱり我々が今直面しているのは反日分子とかそういう立派な連中がもうほとんどいない、売国分子もいない、お金儲けと欲に駆られてただ臆病に 今が良ければいいっていう連中しか いない社会の中で、こういうね大東亜戦争について語ってるみたいなねとこあるんじゃないかっていう気がしてるんですけども、ちょっとそういう意味では先ほど冒頭に皆さんおっしゃったように、戦争のことをちゃんとやってないから余計そうなったんじゃないかっていうね、こういうことなんですけど、もう上山さんちょっと発言がちょっとねあれなんで、まあ冒頭大変刺激的なね、あれ言っていて、まあその通りだと思うんだけど、うん、今アイヌ民族とですね、うん、沖縄県の方々のお話出たんですけどね、うん、民族という言葉というのは魔法の言葉だと私は思うんですよ、うんうん、でよく海外のですね、まあ、政治家要人たちがこの民族という言葉を使いながら、うん、うまく自分の政権の優位なように国家を運営していくというのが、うん、これ過去の歴史の中でずっとあったことだと思うんですね、うんうん、でアイヌ民族先住民というこの論理がですね、うん、日本でうまくいきすぎたもんですから、まあ、政治家がこれを賛同してですね、先住民族法というのを作ったもんですから、うん、今沖縄でもその同じことをやろうという試みをしてるわけですよね。沖縄県の人々に対して、いわゆるあれは先住民族の方々ですよと、日本人じゃないんですよという、そういう区分をしながら分断工作をしようとしていると
やっぱりその日本人というのは一体何なのかというところをですね、文明論的に考えるという視点を私たち持たなければならない、うん、あの大東亜戦争はこれはあの近代史ということの中でね、うん、そこに入り込んでいたあそういうまあ西欧的な史観というのは工作というのは、うん、見ればすぐ分かるんですね。これ嘘だということは検証すればすぐ分かるんだけれども、しかしそういうこう民族のルーツとかその日本の古代の国家のルーツということを遡って見ていく、そのところの工作の嘘というのはですね、これなかなか巧妙に紛れ込んでいてですね、なかなかそれを暴くということができないという難しさがあるんです。やはりその近代史と同時に私たちのその民族の原点が何なのかということをちゃんと考えていけば、あんなアイヌの先住民族なんて馬鹿げたですね、うん、法案ができるはずもないし、沖縄県、先住民族論なんていうこういうことも出てくるはずがないというようには思いますね、うん、いやそこのとこがね、ただ単純にね本当に国会議員たちあれ全員あれですよあの満場一致っていうね、びっくりするような状態でねあのなっちゃってるんで、まあ、それが本当にそういう結論というか生んでるんだけど、先住民族って言葉が政治的に使われてるっていう現実を知らないからですよ、うんうん、そう、そういうということはね、戦争とか、まあ、政治家が知らないのは困る、戦争とかねこういうのは全然みんな分かってないというかね、さっき言ったようにそれぞれの民族によって戦争感も違うし、あのやっぱり例えばあのやっぱりちょっとまあ休み入りますけど、うん、このよく大東亜戦争が出るのは特攻隊の問題ですけども、特攻隊がなぜ彼らがね脅威に感じたかっていうね、単にあの自らを捨ててね命を捨てるっていうねあのいうことはアメリカにとって相当脅威だったっていうのは、私も特攻のちょっとドキュメンタリー作ったりしたんで分かってるんですけど、これは独特のものなんですよね日本のね、うん、あのというのはあのエリートがやるならあるんです。例えばあのハリウッドの映画で言えばハルマゲドンってすごい分かりやすい、あの小惑星が地球にぶつかる、あの地球にぶつかるからその小惑星のところに行ってそれを爆破する、でも自分が自爆しなきゃいけない、もうほとんど特攻隊ですけどね、これアメリカ型の、でもこれとはまた違うんですね、あの自らを犠牲にするっていうのと、とだからこれをあの説明しきれないんですよ。まあ、一つだけちょっと私が言いたいのは、将棋の駒みたいなもんで、日本人は一個一個は、例えば将棋の駒はこれ高橋義孝っていうのを書いてたんだけど、畳の隅に将棋の歩の一個があって何の役にも立たない、みんな全部集まった時、将棋をちゃんとやれるようになった時この歩は生きて金に変わったりいろいろするけれども、というもんだと、あるいは取っ手もそうだと、ドアの取っ手ってのはドアについてるから取っ手の役に立つけども、ただ取っ手だけ取り出しても何の価値がないというか、まあ美術的な価値があってもこういうものだ、つまり全体があった時初めて役に立つ、これが日本人の戦争だあのという書き方してるのがあったんだよね。私もちょっと面白いなと思ったんですけども、あのこのね昨日日本が負けましたけど PK 戦でサッカー、あれでチームでやった時はすごい結構良かったんですよ。で PK 戦ってのはね、いよいよ一人でやるとなったら、なんか残念ながら、まあ、偶然の結果は分かんないけど、あっという間にみんな全部やられちゃって、あの10分で終わっちゃったみたいなね、あのご存知だと思いますけども、 PK 戦っていうのは一人が戦うんですね。で集団でやった時は延長戦まで結構優位にクロアチアをやってたっていうね、この見た時、あこれ日本人だな、 PK 戦でねいやあのあっという間にあの失敗して3本もう1人だけ成功したけど、こういうの見た時あの集団のこう共同体の戦争として捉える、あの平家物語でいうと実盛みたいなあの老人が化粧してもう死ぬ覚悟で故郷に錦を飾る戦いということであの行くっていう、こういう感覚っていうのはアメリカの兵隊さんもイギリスの兵隊さんもないと思うんですよ。これは共同体の中の時間の中の大義の中に自分が帰っていくっていう、あの特攻隊もみんな自分のふるさとっていうか日本という共同体の中に戻っていくみたいなね、帰っていく、ふるさとに帰っていくみたいな感覚が実はあったって、私はドキュメンタリー撮った時
思ったんですけど、この感覚の戦争感と今言ったあのロシアや今ウクライナで戦われている戦争やベトナム戦争や朝鮮戦争っていうのはね、全然違うんじゃないかっていうね、あの感じがちょっとして、ちょっと皆さんにあの最終的にこれからどういう形で大東亜戦争を見るべきか、ちょっと一応問題提起としておくと、これ鈴木さん、このねオレンジ計画っていうのはさっき今の続いてるっていうね、はい、感じなんですけども、あの簡単に言うと一言ずつ皆さんどんなイメージをこれからね、もしかしたら台湾有事とか尖閣有事ってあるって言われてますから、どんな感じを持ってますか、日本のこの戦争っていうのに対して 対処するやり方っていうのがあるんだけど、まあ、今ね突然ね43兆円とかねお金の話が最初に出てくるんですね。昨日のことと言いましたね。そうそう、だどういう戦略で臨むのかね、敵国はどこなのかね、 まずそれが必要なんですよ。敵国はどこなのかと、ただその敵国の強みはどこでね、弱みはどこでしたらどういうふうな攻め方、その戦術から言ったらね、お金が最初に出てくるっていうのはね全く邪道なんですよ。そうなんですよ、あれ、アメリカの武器買うだけなんですよ結局 ね、まあ、ね自分であの武器産業をやるとか戦略的な、ね、長期的なあのじゃあ核武装を考えるとかね全くないですから、お金使おうというだけですから。そうだから、日本でね、例えばあの、まあ、例えば戦闘機を作るとかね、何かを作るか、ミサイルを開発するとかね、そういう付加価値のあるものにねお金を投入するのはね意味あると思いますけど、ただ最初に43兆円、あとアメリカのも買いましょう、ね、どう戦略もなければ戦術もないね敵国はどこだかも分からないね、何の議論もないね、終わ、うん、ったらあの太平洋戦争負けたのと同じなんじゃないですかと、うん、なるほど、第二の敗戦をね、あの今のねあの岸田内閣はね、うん、第二の敗戦を目指してるんですかねと、うん、312万人も死んでね、うん、それで何にもなくなってね、すっててになって、それで70何年経ってもね、うん、なんだかまあ敗戦国みたいなね、うん、状況になってるわけでしょ。この惨めさってものをね、自民党政権はね何にも感じないのかと、うん、私は非常に憤りを感じてますね、うんうん、まあ、これからちょっと後半はあれにしてますけど、あの みな短くちょっと提起をしてちょっとお休み入りたいと思いますけど、原さん、このこれからのねこと、まあ、さっき言った検証とか何もできてないとおっしゃってる、まずそれやるべきですか。そうしませんと、うん、今おっしゃった通り何もできないですよ、うん、確かにあの戦争を具体的に考えるときに、うん、仮想敵国っていうのを設けない限りこれ意味なくなります。そうですよね。で、まあ、敵基地攻撃なんたらいろいろやってますけれども、あのもう戦争、それが自衛、まあ、大概自衛の感覚で皆さんやってるんですけど、うん、歴史的にもこれ敵基地を攻撃するのは当たり前の話、極めて戦術論の最たるもん、ね、そうですね。その前の戦略もなければ、うん、基本的な方向感として、いや我々はどこに備えていくのっていう、そうですね、でその先一番大事なことだと思うんですけど、どういう自分たちの未来をデザインしてるの、はい、これは世界にどこまでの範囲で、そうそう、まあ、アジアならアジアにしましょうか、こういうアジアになった方がいい、こういうアジアを目指そうよ、うん、それをアジアに呼びかけようよ、うん、っていう、これあの大東亜共栄圏と全く統一にされるとちょっと問題なんですけど、うん、そういうあれではなくて、要するに検証というのは何のためにやるか、うんうん、次の時代の、うん、未来のためですよね、青写真、うん、デザイン、これを描くためにやる話であって、そこのところの必要な要素を何も設けないで40何兆円とあれしても、それは鈴木さんおっしゃる通り、これはどういう意味ですかっていう、単なるそのなんて言うんでしょう、買い物計画、買い物計画ぐらいにしかならない。42兆円買い物しますっていうね。ですからアメリカは喜ぶでしょうけどね。結局あれです、あのまず知ることから、非常に初歩的な話ですけど、わかりましただと思います。はい。
上本さん、これ問題提起として今、はい、これからのことね、この大東亜戦争は日本が負けるべくして負けたということを言う人いますけれどね、うん、私はそうは思いません、うん、むしろ勝つ可能性の方が高かったんではないでしょうか、うん、それがなぜですねああいう形で負け戦に追い込まれてしまったのかというところ、どこが転換点だったのか、うん、まあ、ミッドウェーが転換点だったとかよく言われるんですが、うん、私はそうじゃないと思うんですよね、うん、やはりその辺の検証をしていくことでなぜ勝ち戦を逃がしたのかということを、ね、考えなきゃならないと思います、うん、はい、なるほど、三浦さんどうですか。あ、はい、そうです、まあ、要するに今日本に欠けているものがあるとしたらですね、さっき確かに水島さんがおっしゃるようにありとあらゆる戦争というのはその建前の裏でのいろんな利害関係、またどこを設けるか、そういったものがもう残りあるのは近代戦争全部そうだと思いますが、ただ逆に言うとですね、やっぱり日本人がこれから戦争を覚悟するというのはやっぱりそこでこのためには死んでもいいのだという何らかの理想がなければやっぱりそれは戦えないわけですよ。でそれはまあ、でそれがつまりそういうこと自体が危険だとされている間はいくら武器を核兵器を持ったってあんまり意味ないです。でそういうことは一切考えないで、日本はただ自分の国を守ればいいんだと、あと経済的にうまくいけばいいんだというんだったら、おそらく核武装が一番安上がりでしょうね、うん、で核武装をしてスパイ防止法とか諜報省をちゃんと作ってあまり侵略されない、情報的にも強くなると、で世界がどうなってもまあこれはいいですよと言うんだったら一つの信念です。それはでそれならそれでいいと思いますけど、私は反対ですが、そういう考えはあると思います。ただ外に対しての理想もなく何を守るかの価値観もない状態で進んではやっぱりもうこれ以上持たない。そうなんで、またこう台湾危機ということで言うと、私台湾の何も知りませんけれども、今回現実に国民党が地方選挙で勝ってるっていう現実もやっぱり見なくちゃいけません、うん、それは一つの事実ですからね。でそういう点ではやっぱりこう今日本というのが、それこそ私はもう極端なこと言ったら戦争できる国にしなくちゃいけないんで、うん、戦争できる国っていうのは武器持ってるだけじゃなくて、戦争ができるだけの理想を掲げられる国だと思います。守るものがあってね。はい。浜崎さんいかがですか。あ、僕ですか。はい、そうですね。まあ今の話に続けるんですけど、まあ要するに今ずっとお話になってたのって現代日本人の低たらくじゃないですか。でじゃあ現代日本人の低たらくってことは戦後日本人の低たらくだと、じゃあなんでそうなっちゃったのって話ですよね。で例えば大東亜戦争負けた、まあ、これ西部先生も言ってましたけど、うん、一度負けたぐらいでという話をよく言ってましたけど、同じですよ、うん、つまり一度負けたぐらいでこれだけ低たらくになるということは、つまり大東亜戦争にも問題があったと僕は思ってますよ。でそこまでの精神史をどう掘り下げるのか、それは、まあ、まさに原田先生がおっしゃったように明治からの話になってくるだろうし、和魂要塞の問題になってくるだろうし、もう一つ言うと日本人はすぐ手のひら返しをします、例えば大正期までどれだけ西洋を持ち上げたんですか、特に知識人は、にもかかわらず昭和に入ってなんであんなに日本主義に一気になるんですか。でそれで戦後になってもう一回手のひら返しでしょ。これが日本人の弱さそのものなんですよ、うん、そこまで込みで大東亜戦争というものを見なければ、うん、日本人の強さには多分つながる議論ができないだろうというふうに思いますね、うん、はい、はい、モーガンさんどうですか。 ありがとうございます。こう先生方のお話を拝聴していて、いろんな問題提起がしたいんですけれども、後半にもっと詳しくさせていただければと思いますけれども、水島社長がおっしゃった無日、私は感動いたしました。冒頭で申し上げたピークジャパンのこの偽りの日本はまさに無日だと思いました。それだけです。あとは後半でちょっと続きをさせてください。はい、はい、ありがとうございます。それでは一回ちょっとお休みして、まあこれからのことも含めて皆さんと話してみたいと思います。よろしくお願いします。一回お休みします。
薄れ見渡す山の葉霞に吹かし春風そよ吹く空を見れば夕月かかりて匂い合わし「さながら」
はい、後半になりました。77年目の大東亜戦争の真実ということなんですけど、まあ、やっぱりこの一つの流れはもう一回、とにかくは私たち の、 あの近代明治から始まった、こういった我々の日本の在り方、そしてやっぱり、これは栄光と悲惨ということだと思うんですけども、私たちが西欧の近代と江戸時代の末期、対面して、そしてほとんど孤立した状態でその西洋近代との、 文化や軍事や政治、こういったものとぶつからなきゃいけなかった、まあ、鎖国やってたってこともあるんですけども、そういう中でこの大東亜戦争が結局我々のこの明治から始まった近代の結末みたいな形になってるのかもわからない。ただその総括がしてないんですね。一体我々の明治から始まった日本の近代と言われるのは何だったんだっていうのはほとんどない。で、300万人以上の方がいろんな形で亡くなられたというようなことを含めて考えるとですね、もっと私たちは子孫のためにもこれからのことを考えていかなきゃいけないと思うわけですけれども、まあ、ちょっとそういう意味では前向きのというか提言的な形でご意見いただけると、こうすべき、こうあるべきだとかいうのをちょっと聞きたいんですけど、ちょっと今回はじゃあ浜崎さん、そちらの方から僕ですか、はい、どうすべきかですか、そちらから、はい、分かりました。まあ、どうすべきかというのは、まあ、もちろん一朝一夕の話ではないので、はい、ちょっと俯瞰するしかないんですが、まあ、そちらにも置かせてもらってる、はい、ぼんやりとした不満の近代日本という本を、まあ、今年書いたんですね、はい、でそれをちょっとじゃあお話ししようかなと思ったんですが、はい、でこの本の主題はですね、どうやってこれちなみに言うとこれ編集者がつけた題名で別に批判するつもりないけども本当は自己喪失の近代史で、副題がですね、近代日本精神史入門だったんです。これなんか芥川を意識してるんですか、これ、ね、ぼんやりした本当は芥川 の自殺のことを、そうだから、まあ、もちろんそれ書いてるんですけど、別にそこに焦点を当ててるわけじゃなくて、芥川はある種の象徴であって、はい、そこが、まあ、結節点になって大東亜戦争までの流れを書いたというところはあるんですが、ただそれは明治からずっと書いてるんですよ、うんうん、なので決して大東亜戦争の本当の理由じゃないのかもしれないけども、うん、まあ、そういう話をちょっとしてます。で、うん、何が言いたいかというとですね、その中で軽く触ったことについてお話しするんですが、僕は近代日本人の道徳の喪失についてまず議論を起こしてます。それは、うん、どういうことかというと、前近代においてはですね、死の交渉があった。で、死の交渉の中の死の中には間違いなく脳交渉とは違う道徳が、つまりは天の観念があったと、うん、でもちろんそれは経典愛人なんていう言葉にもまあ反映してくるだろうしという話があります。で、それは福沢諭吉がですね、一心独立して一国独立するといったところにも反映されるだろうと。つまり近代個人主義みたいなものをやるときに、日本人は武士道的なものに相当頼ったところがある。で、その武士道というのは主君への忠なんていうかな、忠誠心なんですが、その忠誠をですね、もちろん明治はですね、伝統的な権威を破壊しますから、今までやってきたことを否定するので、基本的に天皇という形の皇室へのその敬意、あるいは皇室をカリスマ化することによってどうにかこうにか、まあ、立て直すと。いや、これ別に皇室がどうのこうの話じゃなくて、まあ、事実そうだろうと思います。で、問題なのは、その時にですね、皇室を中心するのはいいんですが、それが国家と密着したってことなんですよ。つまり日本人の天の感覚というのは同時に自然の感覚だった。しかしそれが天皇がもし天だとしたら、それが国家と密着したときに、国家が違ったときに、国家に対する批判的距離が実は取れないっていう形の道徳の問題が日本人にはまあ出てきただろうと思ってるわけです。で、実際その明治がずっと進んでって、産業革命が起こってうんぬんと資本主義社会になってくるとですね、まさに国家からこぼれ落ちる人間たちがいっぱい出てくる。そのいっぱい出てくるこの人たちがどん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 増えてくる。これを僕はぼんやりとした不安という言葉で語ってるわけです。で、彼らがつまりは道徳を求めて右往左往するんですよ、うん、特に私が文学が専門なので、文学史はまさにその歴史になってるわけだから、西洋近代の歴史、西洋近代の教育を受けた連中が、つまり知識階級がですね、本当に大正の末期あたりから昭和にかけて右往左往してきます。で、ここを見ずして大東亜戦争の問題は語れまいと。で、もう少しだけお話しさせていただくと、だから昭和2年7月に芥川が死んだということが一つの象徴になるわけですが、というのは西洋近代の教養をたっぷり身に浴びてですね、実力教養、実力人気ともに全部トップだった男が
いきなりぼんやりとした不安とよくわかんない不安でですね、死ぬわけですよ。トップ走ってたトップランナーが、でここにしかも当時の昭和の時代のなんていうかな、時代の空気がですね一気にこう衝撃を受ける。つまり私たちは本当に芥川の不安をもしかして分け持ってるのかもしれないと。その時に私はどうやって生きればいいのかも分からないという感覚が出てくる。でその時に知識階級は特にそうですが、マルクス主義に一気にダッと走ります。でこれが例えば昭和2年に芥川氏ですが、昭和4年に大恐慌ですね。で昭和5年にそれを大恐慌のこう余波を受けて日本の昭和恐慌が起こる。でその昭和恐慌のあたりで知識人たちがですね、もうマルクス主義に一気に行くわけですよ。でもう別に改造だろうと、別に何だろう、何でもいいや、文藝春秋だろうと、当時あったその大手メディアっていうのはマルクス主義の論文をどんどん載っけます。で一時はだからマルクス主義でどうにかなるのかもしれないという夢を持ったのかもしれないが、しかしそれが昭和6年あたりの満州事変からだんだんこう何ていうかな、退潮してくる。つまり空気がですね、マルクス主義じゃなくて国家社会主義の方にまあ寄ってくるわけです。で実際に昭和8年の中で、ごめんなさい、ずっと喋ってますけど軽く終わりますが、いや大丈夫です、昭和8年の中でその何が起こるかというと、佐野学と鍋山定親による獄中の転校生命が出る、ね、とプラスもちろん、小林武二の獄中での虐殺、特攻警察による、まあ、虐殺が起こると。これによってマルクス主義者たち、つまりほとんど知識人ですが、その知識人たちは生死を賭してもなおこのイデオロギーに自分の身を報じれるのか報じられないのかという問いに立たされる。でほとんどが報じられなかったんですよ。つまりは何ていうかな、付け焼き場だったんですね。で付け焼き場だったそのマルクス主義に彼らがふっと覚めた時に昭和9年が訪れる。昭和9年に何が流行ったかっていうと、実は当時としてはすごくベストセラーになったと、まあ、1万部程度だったらしいですが、シェフトフの悲劇の哲学が売れるんですよ。でこれ何かっていうと、シェフトフって亡命哲学者で、ロシアからフランスに亡命したんですね。でロシアの貴族で、まあ、ロシア革命が起こってこう亡命したと。で彼が何言ってるかと、チェーホフとかケルケゴールとかドセツキを語りながら、つまりこの世の中の科学主義やヒューマニズムは嘘っぱちだと、つまり絶望しかないんだと。その本がなぜか昭和9年にもう大流行する。でその後の昭和10年に何が起こるかというと、文学の世界でいうと日本ローマ派が起こるんですよ。後に三島由紀夫を評価したりするような、あるいはまあ名前でいうと、固有名でいうと林芙さんももちろんそこにいたし、亀井勝一もいたし、中心は安田裕次郎がいるわけですよ。そういう日本主義的なもの、まあ、単なる日本主義じゃないんですが、日本ローマ派はとはいえ日本的なものが一気に前面に出る。で日本ローマ派はまだ良かった。問題なのは、僕は一番問題だと思ってるのは、昭和10年同じ年に国体明朝運動と天皇機関説事件が起こるってことですよ。天皇機関説事件はね、調べると僕はやっぱおかしいと思う。つまりは天皇機関説を唱えた見延辰吉をですね、ほとんど問答無用にリンチしてますよ。僕にはそう見える。論理がそこには通じてない。でだからこそ国体明朝、つまりは国体が何であるかが分からなくなったから、逆に明朝しなきゃいけないって言うわけですよ。で明朝した時に何を言ってるか、その政府発表の中で何を言ってるかというと、つまり天皇は機関ではない、当たり前というか、その機関説を批判するのは当たり前のことを言ってて、じゃあ天皇は主権である、主権者であると言ってるわけ。主権者であると言った時に、近代国家の中で主権者であるというどういうことなのかということの議論の整合性みたいなことについてはほとんど何も議論されてない、うん、僕はねやっぱりヒステリーをそこに見ますよ。でその後に昭和11年に 2.26 で、昭和12年に日中戦争でしょ。つまり日中戦争以前にもうこの国のある空気はですね、一気に西洋主義的なものの付け焼き場から、日本主義だったら僕らは救われるんじゃないかといった感覚になってるわけ。僕はここに実は日本人のなんていうのかな、落ち着きのなさ、静かにしっかり考えて近代と日本がどうやって折り合っていくのかということについての施策、そういうものが見えないと思う。でその見えなかった結果として、だからあの大東亜戦争の先ほど言ったような、この絵踏ん柄の問題も出てくるんだと思う。それが誰も止められなかった。だからもちろんね、日本だけで戦争したわけじゃないから、僕は今自虐しか言ってるわけじゃないですよ。もちろんそうです、それはアメリカがあって、それは西洋ヨーロッパがあってのことだから全体で見なきゃいけないんだけども、にもかかわらずじゃあ日本人がそこで立派な胸が張れるその一歩一歩を出したのかというと、そうじゃなかったところもあるし、そうじゃなかったところが多かったから今この低たるくが起こってるだろうと思うわけです。そこまで含めて明治から近代とは何だったのか、日本人はどうやって近代と折り合うべきなのか、そこについての議論をしなければ多分この先も私たちの一歩はないというふうに思ってますね。そうですね、あの先ほどね、原さん、いわゆる昭和維新のね、
話なんですけど、あの先ほど言ったその天皇新政とかね、あのいわゆる天皇主権というあの機関説を含めてそこはすごく問題だと思ってるんですよ。つまり、まあ、さっき言った広告イデオロギーね、そうですそうです、あの天皇が荒人神であってというような、あのそれまでもそういう形じゃなかったね、120、まあ、今は6代あの4代かな、ちょっと今昭和天皇までのね、そういうものが本当にそっちの方に曲げられましたよね。それで先ほど杉さんおっしゃってたね、南京のね、いわゆる中国蒋介石政権を相手にせずというね、あのこの内閣のあれも含めてね、その辺の転換点がそこはあるんですよね実は、うん、であの日本の、まあ、右翼っていうか私も右翼って言われてるんだけど、あのでもね、そういうところの問題をちゃんとあの広告士官というか広告イデオロギーとね、本来のおおらかな日本のあのいわゆる自民党の以来の発行一部とかね、イユっていうかね、こういうものの中の折り合いがついてないんですよ全然、うん、あの保守というかそういう側にも全くついてないですね、うん、おっしゃるとこそこみんな多分ね、この辺が危ないぞっていうのはね、うん、皆さんと共通してるところだなと、ね、今お話分かりましたけどね、はい、モーガンさんじゃお願いします。はい、ありがとうございます。あのこれから何をするべきかと、うん、私、まあ、外国人として何も言えないあの立場ですけれども、あの先ほどあの三浦先生がおっしゃった UEP ローンがあのヒントとなって、アメリカ国内から考えたあの大東亜戦争から77年が経っている今を考えると、うん、冒頭で申し上げたアメリカは帝国ですということ でそれはそうですし、ね、三浦先生がおっしゃった通り、あのルーズベルトというまあ、独裁者ですね、あの悪質な人物に立ち向かって戦った人いたんですよ、アメリカ国内の中で。でその日本との戦争は全くやる必要なかったし、私 あのじいちゃんがその戦争にあの戦わされた、まあ、徴兵はされてないんですけれども、徴兵される寸前あの、まあ、自願で海軍に入ったんですけれども、そのじいちゃんはルーズベルトがこの戦争を仕掛けたと、その意識であの海軍に入ったわけですし、であのアメリカ国内も 80% 以上の人々がその戦争に反対していたわけです、真珠湾攻撃まで。であの UEP ローンがどういう関係しているかというと、私のアメリカはワシントン DC ではない。あの前回この番組に出演させていただいた時に、あのその後動画を見てコメントを見たんですよ。でモーガンってあのとんでもない売国道っていうようなコメントがあったかと思うんですけれどもひどいねそれは。あのいや、あのそのコメントは私にとっては貴重、宝物です。あの辛口コメント本当にあの好きじゃないですよ、でもあの大歓迎で、私の考え間違っているかもしれないですし、で売国道はあの、まあ、私の意識ではその真逆で、私はアメリカが大好きです。とりわけ私のルイジアナ州が大好きで、それが私の本当のアイデンティティ、本当のふるさとがルイジアナ州、まあ、南部ですね。だとすると私の敵がワシントン DC だと前も申し上げたんですけれども、ここから過激なことを言うんですけれども、そのワシントン DC の終わりを考えたいと思います。でもっと過激なことを言わせていただければ、ちょっと不思議に思っていることですけれども、日本人って復讐したくないですか。あの私の国南部ですね、我々がひどいことやってたんですよ、奴隷制度ってうんぬんて、それはとんでもないことやってて、それでもですね、あのウィリアム・テカムサ・シューマンという本当に気が狂っている将軍が南部に入って焼け野原にしたんですよ。全く同じことをルメイ将軍が日本に対してやったんですよ。その遺伝が一切変わらないなんです。もうとにかく敵をもう燃やして、敵の文明をなくすって、それはワシントンです。言っていいかな。
あのワシントンが崩壊すると私は喜ぶんですよ。踊ります。そのワシントン帝国がもうやっと総崩れしてもらえたら本当に万歳なんですよ。具体に何もやってないですよ。あの暴力者ではないですよ。傍らから見てるだけです。でもそのワシントン DC が燃えてる姿がテレビに映ったら、ああよかった復讐できたと思うんですよ。広島長崎の復讐したくないですか。そう考えればもうちょっと腹黒く、ワシントンの終焉本当に具体に考えていますか。この間番組の中であのちょっと腹が立ったんですよ。申し訳ないんですけども、あの謝らなければならないです。もう簡単に何て言いますかね、もし戦争となったら誰が死ぬかっていうと、私の家族、私の親戚、私の友達、まあ、貧しい人、下級の人、アメリカ人ですね、がこの太平洋、まあ、東アジアで死ぬんですよ。ワシントンとかボルトンとかそのような連中、バイデンとか、その人々は死ぬわけないです。で一般日本人 もう大勢に死にます。それはワシントンのこう傀儡している状況の中で、まあ、日本のただ一つの駒として考えていることが大きな理由となっていて、日本がその本当に悪質な帝国の一部となっちゃったことが、大好きな日本と大好きなアメリカを危険にさらしていることで、私はそのワシントンの終焉、終わりを考えたいなんです。まあ普通の一般のアメリカ人。なるほど、ね、であのそれはモーガンが言っていることはただモーガン一人だと思う方がいらっしゃるかもしれないですが、大勢いますよアメリカでは、私のような人々は、ただただメディアがこうあの情報統制とかがありまして、もう完全に私のような人間が公には出られない状態だけですけれども、まあ、たまたま水島社長とあの皆様のお助けとか、をいただいてこの番組に出演させていただいたんですけれども、その戦争が本当に終わるっていうのはそのワシントンが崩壊する瞬間です。そうなると、その大東亜戦争は本当に終わったと思います。はい、以上です。そういうとこ、そうですね。ずっと始まってますもんね。私の国を取り戻したいですね。はい。なるほどね。取り戻したいです。はい。はい、ありがとうございます。上山さん、じゃあお願いします。はい、あの今後どうこの大東亜戦争を総括し、何をなすべきかという問いなんですけれども、私はですね、この謝罪ということは一切この戦争に関してするべきではないと思います。一方で反省はやはりしっかりとし、そのことをもって総括としなければならないと思うんですね。例えばですね、まあ、戦略的なところから言うと、パールハーバー真珠湾の攻撃後、なぜあの真珠湾を徹底的に日本軍は叩かなかったのか。そうなんだね。まあ、これが本当にあの謎なんですよね。まあ、空母も打ち漏らしてますし、それからその石油施設を破壊するということもしなかった、修理工場の破壊ということもしなかった。どこもやらなかったですね。そうですね。なぜああいう中途半端な形で撤退してしまったのかということ。もう一つ言うと上陸しないんですよ。そうですね。やるんだったらあれだけやるんだったら上陸してね、占領しなきゃいけないですよ、そうすべきだと思います、よくですね、まあ、このハワイをですね、たとえ上陸占領したところで戦略的価値がないなんてなことを言う人いますけどね、私はそんなことは絶対ないと思います。やはりあの地に上陸をすることによって次の展開が開けてくる。次の展開というのはですね、これはアメリカ本土上陸作戦だと思うんですね。やはりその海軍にしろですね、陸軍にしろ、まあ、短期決戦ということが一つの共通した戦略項目としてあったと思うんですけども、それならば
アメリカ本土をつかなければ私はこれ意味がなかったと思うんですね、うん、まあ、このなかなか本土まで行くということは難しいだろうと言われているんですが、日本軍のあの初戦のですね勢いを勝ってすれば、それこそハワイを占領して、さあ次どこに攻めるか、オレゴンとかですねカリフォルニアあたりに突っ込んでいけばですね、アメリカ人はこれ震え上がったと思いますよ。もう戦わずして逃げるというような、そういう場面もあったかもしれない。現にですねアメリカのこのルーズベルト政権の内部では、もし日本軍が上陸をしてきた時にどうそれを攻めるべき、攻め止めるべきなのか、攻防するべきなのかということの戦略の報告書を出させているぐらいなんですね。まず第一はロッキー山脈付近で防ぐと、これが突破されると次はシカゴが防衛ラインになると、でシカゴが突破されるともう一気にこのワシントンの方へなだれ込んできて、ワシントンは包囲されるだろうと、その時にどうするかというシミュレーションまでですね、まあ、アメリカはしてるくらいなんですね。やっぱり日本軍というのはどこで戦っても勝ってるんですね。これ連戦連勝だったわけなんです。この勢いを勝ってなぜこのアメリカ本土にまで攻め込んでいかなかったのかということの反省をですね、あるいはですねその謎の解明をですねぜひやはりしていかなければならないと思うんですね。それとあともう一つはですね、この中国の動きということをやはりちゃんと見なければならないと思います。まあ、中国蒋介石政権は1937年にこの日中戦争後、まあ、ソ連とこの中ソ不可侵条約を締結をしていきますね。まあ、さらにこの毛沢東と国境合作をしていくわけです。一方で米英に連携の申し出ということも繰り返しこれしてるわけです。かなりの資金を投じてそのアメリカに対する世論工作をしているということもありました。まあ、蒋介石の妻の宋美齢がですね英語が堪能だということもあり、アメリカに行ってそういう工作を、世論工作を盛んにこれをしてたわけなんですね。まあ、いずれにしても蒋介石はこのアメリカの世論に強い関心を抱いて、なんとかそのアメリカの日中戦争の介入ということを引き出そうとしていたわけです。まあ、実際その盧溝橋事件やその第二次上海事件で日本はこの中国本土の泥沼に引きずり込まれていくということもありますね。でこのアメリカだけじゃありません。蒋介石はチャーチルに対してもですね、まあ、これかなりそのラブコールを送っていたということもあります。ハルノートに日本のこの支那全面の撤兵ということをその蒋介石政権が入れ込ませたという部分は私はあると思うんですね。もともとハルノートのその草稿の段階では日本の支那の全面撤退というような話は書かれてなかったんですけれども、それを盛り込ませたのは私はやっぱりこの蒋介石の動きというのが大きかったというように思います。まあ、こういうその日本に支那の全面撤退というようなことを要求すれば日本が怒り狂ってそのアメリカとも戦争を始めるということも、まあ、蒋介石は私は分かってたんだろうと思います。まあ、こういう蒋介石の動きに対してですね、日本は外交工作の活動の量というものが圧倒的に不足をしていたというように思うんですね。ちょっと長くなりますから急いでいきますが、西安事件の謎というのもですね、私はこれは大きいと思うんですよね。西安事件のこの、まあ、影響ということで、ソ連の介入によって事実として蒋介石が対共産党姿勢が和らいで交渉可能な、まあ、状態に大きくその態度を変化させていくと。で共産党の方もですね、まあ、国民党と妥協を今後このしていくことになるわけなんですが、まあ、いろいろこれ言われてますね。蒋介石がモスクワで人質に取られていたというようなことを等を挙げられるんですが、一番大事なことは蒋介石が日本と戦うためにソ連の支援を必要としていたということなんですね。だからもうこの共産党を滅亡寸前まで追い込むことができていたにもかかわらず、まあ、スターリンのこの鶴の一声で、結局共産党と手を組むというようなことを、まあ、してしまっていた。その後ですね、蒋介石はこんなことを言ってるわけですね。スターリンに宛てた信書で、最大の友人はソ連です、武器と航空機を急ぎ信用供与してください、特に航空機ですということで、まあ、航空機を大量の数を実際に援助してもらい、その他諸々の援助をソ連から
受けていると。でそして、まあ、日中戦争持久戦に持ち込むことができたということが言えると思うんですね。まあ、この日本の外交政策というのは中国に対して共同の防共政策、まあ、共産党を防ぐというそういう働きかけはしてきたんですが、まあ、傀儡政権を樹立するなどですね、そうしたことのみにとどまっており、まあ、質量ともにソ連のコミンテルンの諜報活動には及んでいなかったというところが、まあ、大きくこの苦戦に追い込まれた原因として反省をしなければならないところかなというようには感じてます。そうですね、はい、あの西安事件のあの問題は本当に今ご指摘いただいて大変大事でね、私がちょっと映画でその南京の真実の2作でそこを取り上げたんですけど、完全に蒋介石っていうのは思想的な背景どうかっていうとですね、完全にモスクワに留学して共産主義者なんですよ、ね、あのそれが国家社会主義者に変わって我々は台湾のイメージあるから、あの反共男だと思ってますけど、思想的にはほとんど共産主義に近いあのファシストっていうかね、あのおっしゃる通りでね、そこのとこ見ておかないと本当まずいっていうかね。それとあれですよね、さっきおっしゃったように上陸まで大陸本土までね、上陸あのアメリカのねじゃなくてもあそこを抑えちゃうと太平洋の制海権がほとんど何年もあの日本が制海権を持つってことはアメリカ手が出せなくなるっていうかね、上陸行かないまでもおっしゃるように艦砲射撃だけでもね、ロサンゼルスやサンフランシスコのあの太平洋艦隊ほとんど全滅しますから、本当だからこれあの林一勝さんなんかは山本元帥とね、あの長野元帥のスパイ説ですね、あの海軍のねあのハーバード留学組のというのを言うんですけどもね、本当に不可解ですよね。おっしゃるように普通考えれば当然そのね全体のトータルで考えなきゃいけないっていうねいうことありますから、この問題本当にこれからまたね議論していかなきゃいけない問題だと思うんですけど、三浦さん、はいはい、今上山先生のおっしゃったことでちょっと誤解招く言い方がするかもしれませんけどね、要するに日本の場合いわゆる侵略戦争でなかったからそういう失敗が多いんですよ。国として確固たる意思を持って中国にこういう政権を作るんだと、あるいは中国のここは確実に抑えるんだと、そういうあの戦略が明確にあったら、これは対米戦争もそうなんですけど、今上山先生のおっしゃったような非常に場当たり的な混乱は起きないんだろうと思いますよね。ですからあの、ね、私はそれはそれで日本のそういう大陸に対しての侵略意思なり人種偏見を世界の中では比較的持ってなかったというのは日本人として嬉しいことですけど、それが逆に現実には弱みになったことは事実なんだと思いますね、うん、まあ、それがまずちょっと私の言ってることが上山先生の言ってることとは違うかもしれませんが、私は逆にそういう明確な侵略の意図がなかったことの弱みみたいなものが大東亜戦争においては戦術面においてはすごくそれが大きかっただろうと思います。あとさっきちょっとモガさんに言ったことで僕が誤解してるとまずいんですけど、簡単に言ってしまうとそのもうアメリカのことは私は全然分かりませんけれども、私が知る限りちょっとばかり知った限りのことを言いますと、やっぱり今アメリカにおいてはですね、あの白人であれ黒人であれ僕は同じじゃないかと思うんですけれども、はい、見捨てられた人たちの意識っていうのがあるわけですよ。はいはい、もうワシントンやカリフォルニアに、はい、まあ、そのワシントンカリフォルニアにもいろんな人がいるから生きちゃいかんのだけど、はいはい、エリートたちに見捨てられた人たちの意識っていうのが非常に強くて、だから逆に言うと本当南北戦争じゃないですけれども、はい、全く違うアメリカが2つできちゃってるようなところがあって、はいはい、これはただ僕らアメリカは笑えないのは日本の地域格差だってそれになりつつありますよ。はいはい、あの水島さんは全国回ってるから、ね、僕みたいに東京でブラブラしてる人間よりはるかにそれ感じてるでしょ。あの、まあ、失礼ですけど北海道にどこに行ってもですね、やっぱ見捨てられてる人たちって今出てきてますよ。それおっしゃる通りですね。であの、私はあのさっきから僕の言ってることちょっと関連論的に聞こえちゃってるでしょうけど、私はやっぱり本当に国がね強くなって国を守れるようにするためには国の中でこの地域格差とか経済格差をなくすってことを一方で本気で経済政策としてやらないと、これはやっぱり国防としてもおかしくなってしまうし、それはあの今のアメリカのおそらく起きている深刻な問題が日本でも同時並行で起きているし、もしかしたら先進国全部に起きているのかなという気がします。で簡単に言ってしまえばですね、あのこうモーガン先生はルイジアナの生まれですよね。で
多分モーガン先生にとって一番大切なのは自分の家族ですよ、はい、おそらくね、はい、で2番目多分ルイジアナですよ。ルイジアナです。3番目アメリカだと思うんです。 3番は日本です。日本です、はい、じゃあ仮にアメリカとしましょう。あのモーガンさんじゃないルイジアナです、はい、了解です。今結局自分の家族を守って自分の村をしっかりしたいということと、はい、アメリカという国が一致しなくなっちゃってるっていうのは、これがおそらくワシントンが燃えてほしいっていうその言葉の陰にあるのは、はい、もうこれが続いてる限りもう自分の国じゃないって意識を持ってる人たちが経済的だけじゃなくて精神的な孤絶感としてもかなりアメリカに出てきてるんではないかなと、はい、なんとなく思います。いっぱいいます。でその人たちがやっぱトランプを勝たしたような面っていうのはあるでしょうね、はいはい、でもこれはアメリカの悪口言ってる場合ではなくて今日本もそうなってきてますよ。だからこの問題を解決しないともしかしたら本当の国防っていうのは語れないのかなというそういう気がします。それこそがあの原田先生がおっしゃっていたあのミルー先生もそうですし、あの、まあ、昭和維新北域もそうだったという意識ですけれども、うん、やっぱりおかしくなっている一般国民のためになっていないということが、うん、まあ、怒りの根となっていたと。そうですね、そうですね。あのそのね寺山修司が歌の中でタバコに火つけてね霧の中で、はいはいはい、この国は守る、ねはい、ものがあるのかどうだか、ね、ちょっと正確なことも出ないんだけど、あの密するほどの祖国はありやな、ね、ありやなしやっていうね、はい、そういうのはあったけど、はい、まあ本当に格差は今ご指摘通りあの北海道もそうだしどこも本当に驚くばかりひどい状態になってますね、はい、それとちょっとまだお二人ちょうどお二人発言していただくんで、いや私ねちょっとあのこれ皆さんに聞いてみたかったのはあの松岡大使がもう国連国際連盟脱退よしもうあのさっき言ったああいう形でねもう交渉せずあの紹介宣言とで春ノート突きつけられた、はい、あれ分かりました努力しますって言ってね、あの普通の国はあのドイツなんかいつもそうなんだけど 今のドイツですよずるいからやりますやりますでじゃあちょっと50人ぐらいそこから撤兵して時間稼ぎずっとやっちゃうというねことをいつも私は考えるんですよ。あのはいやりますって、ね、やるよ早くって今やるよっていうやりながらじり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 やって準備を始めるっていうねという手はなかったかどうかこれ後で福山さんのにも聞きたいんだけどね、あのまあ失ったものは相当大きいですからねちょっとそういうの考えるんですけどどうかなっていうのがあって、まあ、今ちょっと一応お二人の花付けの前にねちょっとこんなイメージもあるんだけどってことでお聞きしましたけど、はいどうぞすいません、まあ、左翼のね、はい、先生方は、はい、そのまあ電信柱が高いのもね、はい、郵便ポストが赤いのも、まあ、みんな日本が悪いなとそうですね主張されてそういう本もいっぱい出されてるしね、はい、学校でもそういうふうに教えてるわけですね、はいはいそれでその、まあ、の東京裁判では7人がね、まあ、処刑されたわけですけども、はい、そうじゃなくてね、まあ、海軍も悪いと、うん、7人だけじゃなくてね、はいマスコミも悪いと文部大臣も悪いと、うん、国民も悪いと7人だけじゃない、うん、もっと広げろっていうのが左翼の先生の方々の意見なんです ね一億総懺悔ってやつですね。そうですね一億総懺悔っていうかね、はいそれからその保守の方に言わせるとね、ええ、その永久戦犯というのはあの戦勝国が決めたもんでね戦争犯罪人は一人もいないと、うんまあ、こうおっしゃる方が多いんですけどやっぱりそれもちょっとねどうかというに僕は思ってるんですね、まあ、少なくともその戦争は負けたわけですから、うん、負けたらばねやっぱり三家老切腹論でね、うん、首三つ揃えてね降伏をそのお願いするっていうのがね、うん敗戦の作法だというふうに思うんですよ。で、まあ、あの浜栗御門の戦いで負けた長州はね、福原越後、それから増田門之助、国主信濃、三家老の首を差し出してね、降伏したわけですよね。この、 あのうちの福原越後さんなんて人はもう何の戦争責任もないんですけどね、うん、たまたまちょっと行き上がり上過労だったもんだから行ってしょうがないから、うん、じゃあわしが首出した。会津藩もその戦争を負けた時にですね茅野権兵衛神保蔵之助田中土佐、うん、三家老を切腹して首を届けてね、うん、それで我々の降伏を認めてくださいということで降伏を
を、まあ 許してもらったわけですよね。でこの茅野権兵衛さんなんて何の戦争責任もなくてですね、うん、ただたまたまちょっとこう過労だったからね、じゃあしょう私がね腹切ると、うん、みんなの会津藩士のためにね、で首3つ取れた。だからその戦争負けた以上はね、正しかろうが正しくあるまいがね、責任があるがなかろうが三家老を切腹してね首を届けるところは当然の作法なんですよ。でその保守の方々はね全然悪くない、ね、犯罪には一人もいねえゼロ、ね、左翼の方がもういっぱい悪い、もうで海軍も陸軍もね、うん、1億全員悪いが、もう話がねその保守と左翼じゃねこんがらがっちゃう。やっぱりこれは保守も保守の人も一歩譲ってっちゃおかしいけど、三家老しょうがないでしょ。それから左翼の人だって三家老で十分でしょと、それで決着してやっぱりその大東亜戦争ってものの、ね、決着をねそれによってつけるしかないんじゃないかと。ただね、あの我々アメリカとか連合軍にそれを差し出す必要ないってね、うん、我々が裁くならいいですよ。あの日本人がね、うん、この戦争責任本当にあるとしたらですよ、うん、大東亜戦争がこういう形で例えば近衛文麿をね、お前なんてことしてくれた、うん、山本ね、あの元帥や長野元帥、お前なんてことしてくれたんだと、うん、日本人でやるならいいんじゃないですか。それはそうそうだ、それただアメリカのためにね、連合軍の論理に従って首を差し出すっていうのはっていう形だと、まあ、一応保守の側から言うと、まあ、まあ そういうことであってね、そうそう、あの自分たちで戦争責任も追及できない、で、あのやすやすとあのとんでもない東京裁判のね判決を認めてしまう、うん、それを保守が我々は許しがたいと私なんかは思ってるんでね、あのまあ、ちょうど私あの7人の死刑囚っていうその南京の真実の映画作ってるんで、あのこの人たちの誠に見事なあの最後の姿勢、あの東条英機はじめ東条さんに対して私政策的批判はありますけど、この7名 あのまあそのね、さっき言ったあの広田あの外務大臣ですね、首相もやりましたけど、あの人の最後の立派なあの死刑迎える姿とか一切言わなかったですよ。あの人はあの言うべきものじゃないとは、あのこういう一方的な裁判に対してはね、あのそれから証拠とかあれも全部あの却下されてるわけですよ。広瀬あの弁護人とかにも出した日本がで、こういうそれで後でもうあれは一方的なもんだと、今の国際社会でもあの東京裁判があの勝者の一方的な裁きだというねいうことになってるから、私は あれについて認める必要は全くないし、日本人がやる必要もないと思うんだけども、ただ日本人がもしねこの戦争を総括してあのなんていうんですか、あの戦犯というかねいうのがいたら、あのそれはやってもいいという、あの例えばそれこそ あれじゃないですか、この F 村の周辺にいたあのちょっと今名前出てきませんけど、あの共産党のねとあの昭和あの新人会ですか、東大のあれとかあっちの系統の ね、ああいう、はい、ちょっと名前たくさんいるじゃないですか、今ちょっと寝不足で名前出てこなくて申し訳ないけど、そういう人たちのねなんかもう本当戦犯ですよ、本当私から言えば売国奴ですからこれ、うん、あのそれからもっと言えば本当にそこの海軍 の、まあ、山本元帥はじめ含めてね、本当にあのアメリカのねあのエージェントではなかったのかっていうことも検証されなきゃいけないあのいうことは私はあると思うけど、それは日本人が自らの手でそうそうやるべきでね、日本人がねアメリカに差し出す必要はないんじゃないかと、日本人が自らの手で、ねはい、総括をしなかったと。そうですね、それは私もそう思いますね、未だにしてないと、ね、それが総括できなければですよ、日本って国はね独立国ではありえないんじゃないかというふうに思うんですよ。まあ、戦争本当に総括してないですもんね。総括してないんですから、おっしゃる通りですね、はい、では原田さんお願いします、はい、結局次のグランドデザインっていつもこだわるわけですけど、まあ、多分それしかないわけでして、ただ誰がグランドデザインを描くんだ今、誰に描いてもらうのか、誰に描かせるのか、うん、それが組織でやっても構わない、どういう組織に描いてもらうのかでもいいんですけど、一体誰が描くんだ次の私たちの社会の
あるいは私たちの世界のグランドデザインっていうのをそもそも絶対総括しなきゃいけない、検証しなきゃいけないって申し上げているのはそのためですから。ただじゃあ誰が描くのかっていう、ここで旗とっていうことが多くあります、出てきますよね、その時付随していろんな付随した問題当然出てくるんですね。じゃあ日本だけのことを考えたとしても果たして今後も国家国といってもネーションという形でいけるのか、あるいはステートという方向しかなくなる時が来るのか、こういう議論って多分一回もやってないんじゃないか。いや本当にそうなんですよね。これおそらく人口問題をいろいろやるのであればここまでいかない、いくはずなんですよ。あるいは私はもう今の教科書っていうのは全面的に改定すべきだと思ってるんですけど、そのじゃあこれ教科書を全面的に改定するとなれば、まず政治家変えなきゃダメだよね、まあすぐそ当然そこに行くわけですよ、うん、だから日本人の投票行動って非常に興味がありまして、ま、なんか例えば私は彼のファンよ、私はこのグループのファンよっていうのと同じで、うん、この人が好きだったらこの人の歌う歌は全て好き、うん、みたいなことがほとんどある。つまり今の状況、今年の状況だったらここはもう少しこの政党の議席を増やした方がいい、うんうん、多くの方々にとって絶対そっちの方がいいとなったら意図的にそっちへこう投票する、うん、いやちょっとここはもうこれやめさせようと思ったらそれに沿った投票行動をするかって、これまずないんです日本人の投票行動に。それをじゃあ変えていくにはどうしたらいいのとかいろいろ出てくるわけです、うん、そうですね。で多分あの先ほどおっしゃった皆さんもおっしゃった戦争できるようにならなきゃダメだっていう、これは私は追加しておっしゃったそのそれぐらいの理想を持たなきゃダメだっていうことも含めて全く同意です。あのこれがほとんどできなくなっている、これはある意味民族としての対価だと思ってまして、うん、なんて言うんでしょうね、あのこれほど誤解される言い方はないかと思うんですけど、でもこれはそろそろあのいろんな誤解に対して正面から向き合って論破するぐらいの力をつけて、コンセンサスを作っていかないとどうにもならない、戦争できるようにならなきゃダメだ、それぐらいの理想を社会として共有しなきゃダメだっていう、これはとっても大事なことだと思うんですね。そうですね。その時に一つ思うのはあれですね、さっきその43兆円というのかお金だけの問題というのは散々あの当然あれは非難されてしかるべきなんですが、文化の力っていうのもあの軍事にとっても影響があるような気がしています。あの戊辰戦争の最後って大概函館戦争っていうのになってるんですけど、あの時にその陸軍の方は大鳥と土方歳三、実質的に土方がほとんど指揮を執っていました。もう新選組の副長土方っていうだけでは彼を語るのは不十分でして、函館戦争と土方歳三っていうのは切っても切れない問題がある。その時に10名のフランス人が一緒に戦ってますよね、フランス軍の士官だった少尉2人ぐらい、それからこれ全部写真も残ってますが、海軍からも若いのが2人ほど
まあ、最初は脱走みたいな形であれして土方に合流している。じゃあその海軍の若い2人がなぜフランス海軍を脱走してまで土方に合流するんだ。でこれとことん追い詰めていった時に、動機を追い詰めていった時に出てくるのがあのジャポニズムなんですよね。ジャポニズムに対する憧れ、これは例えば、いろんな浮世絵の影響、ね、印象派とかね、そういうところにね、はい、すごく影響を与えて、あのちょっとすみません、三浦さんぼちぼち、いや大丈夫ですか、もし言ってください、はい、じゃあ続けてください。特にこの二人の場合は広重ブルー、はい、あの広重のブルーに憧れがかなりあったようでして、つまりこれは黒沢の映画にも随分あの浮世絵っていうのは影響を与えてますけど、結局そういう普遍性のある文化というのはかなり力があるな、そうですね、具体的な力があるなっていう思いをつくづく持ちます、はい、やはり誰がグランドデザインを描くんだっていろいろ考えた時に、文化の力っていうのも、うん、これはかなり大きな力だなとつくづく感じています。ちょうど今ちょうど広重の話出て、私たちが本当にちょっとびっくりするのは広重の空なんですよね。海もそうですけど、はい、空の割合、あるいは芝交換っていうね、はい、あの両国橋絵図っていうのあるんだけど、あれ3分の2ぐらい空なんですよ。つまり江戸の人間は青空とかそういうのをすごい大きく見てた。でも我々がイメージして時代劇とかなんか見てると、あの昭和やあのこっちの今の時代の人だから空が実に狭いんですよ。あの私は映画監督だからあれだけど、画像を見てね、あのだからおっしゃるようにフランスのね、あのもちろんその一筆書きのね、ああいうこう抽象化されたのもそうだけど、あの図がね、その空間のね、 あのあっけらかんとした明るさとかこういうのはすごいんですよね。だからあの今おっしゃったらすごく言っていただいてね、あれなんだけど、こういう力ってのあるんでしょうね、やっぱりね。あると思いますね。ただあの皆さんに聞いたんですけど、聞いてちょっとお話したんで、私はもうちょっと具体的にどうするんだっていうなった時、明治憲法に戻りゃいいと思ってるんですよ。それで不都合なところはね、それはそんなあの枢密院とかね、いろんなこと言ったって、そんなやつ誰が担えるやついるんだって、いませんよ本当に。いないけども決まりがなってると、あの陛下のあのに奏上してこういうことって、まああの大体天皇陛下そのもの自体が政治的なね形でね、なるべく避けるっていう、まあ、明治天皇公明党のを除けばですよ、そういう形になってるから、一回明治天皇、明治の大体日本帝国憲法に戻って、それで当てはめてみてやってみて、そこをどんどん改定していけばいいっていうね、あれというぐらいのことをやらないと、まず形から入って バカな国会議員やバカな政治家やこういう連中をね、そこの中で型の中入ると真面目にやらざるを得なくなるだろうとちょっと思ってまして、まあ乱暴な言い方だけど、あの、まあ、明治憲法って言うと怒られるんで、大日本国的憲法を言えない、もう一回戻ってそこから自主憲法を作っていくっていうね、人間もそこに当てはめてから変えていくしか、まあ、あの教育文部省も文科省も国交省も全然ダメだから、もうそれから内務省もちゃんと必要なんですよね。で宮内省も必要だし、あんな宮内庁みたいな売国勢力ばっかりが占めるようなところじゃないね形を、まああえてちょっと最後にちょっと私もあの提案として言われるのは、本当にそのぐらいにしないと、いや具体的にどうも当てはまらないよって言っても、とにかく入れちゃえと、入れてやらせてみろと、ぐちゃぐちゃになるかも分かんないけど、あのそれから帝国陸海軍これ復活っていうね、いうことまであのそっちの前までやってみたらどうだと、航空自衛隊や陸軍か、まあ、海軍に分ければいいというちょっと気がしてるんですけども、はい、まあちょっと時間にだんだんなってまいりましたんで、ちょっとまだ言い足りなかった方は、まあ、まあもちろんまだ言い足りないとは思いますけど、何かございましたらいいですか。ちょっと早速ですけど、はい、切腹して国を差し出せばって、はい、結局あのなんて言うんでしょうね、私は武士道という言葉あんまり好きじゃない、はい、母親がその、はい、どっちか
って言いますと武家のあれにうるさいという人間だったんですけど、で12歳ぐらいの私に母親が切腹の作法を叩くんだっていうこともあって、それと私向けに掟をいろいろ課した。男というものは必ず最初に男というものがあってつくんですね。まあ時代ですよね。 お母さんが、はい、父親がやるんだったらあれなんですよ、なぜ母親なんだと思うんですけど例えば男というものは女のメンツを潰してはなりません。なるほど。12歳の少年にそれ分かりますか。分かんないですよね。そういう何か条がある。その中に、責任というものは形にして示すものです。なるほど。っていう教えが、掟があったんですけど。すごいね。いやー、参りました。児童虐待ですよね、あれ。素晴らしいですね。彦根の出身ですか。いや、彦根藩ではないんですけど、静岡。静岡で、うちはダメなんですよ。遠州藩ですから。あの、なんだか 黒田藩とかいうね、あのちっちゃな本で海賊やってたんじゃないかって、黒田水軍って言って、この、水軍って言ったらいいけど、あれほとんど駿河湾の海賊だったんじゃないかっていうのが、結局そういう形にして、はい、っていうことが今かあまりにも欠けてる、けじめをつける、はい、責任を形にするっていう、そこだと思いますね。本当のお母さんですね、やっぱりね。いや、もう一つ言うとちょっと余計なことだけど、昔のお母さんは偉かったって言ってね日本のお母さんね、やっぱり日本の男がダメになってるのは、ちょっと申し訳ない、女性には立派なお母さんが減ったっていうことだって。私はね、ある特攻隊の、私の先生だった、特攻隊の教官だった先生が、日本にはね、結局ね、女はたくさんいるけどお母さんがいないと、一人も。なるほど、という言い方してね、なかなかすごいこと言うなって思い出しましたけどはい、どうぞ。はい、最後に一言だけ申し上げたいんですけども、はい、まあ、大東亜戦争終戦から77年目ということで、こちらにも出てますけれども、やはりですね、これは大変恐れ多いことではありますけれども、はい、靖国神社に天皇陛下のご神牌を賜りたいと、そうすることによってですね、ご英霊もお喜びになるし、そして何よりもそれがですね、私たち日本国が、日本人がこれから一つになって新しく向かっていける道筋であるということをですね、申し上げたいと思います。いや、本当にその通りですね。我々言ってる三宅の復活っていうのもね、 GHQ の憲法改正よりも私は先にね、三宅の復活っていうことをなんとかね、 特例法でやった時ね、初めて戦後を取り戻す、戦争、日本を取り戻す第一歩になるんじゃないかなという気もします。確かに陛下のご心配をね、靖国神社に賜りたいっていうのはね、本当に思います。これやったら本当変わりますね、変わるっていうかね、そこから出発できますよね、本当ね。はい、というようなことで、今日は77年目の大東亜戦争の真実ということで、皆さんのお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
一緒に